皆さんこんばんは、週明け特番関東サッカーリーグ2019年の前半戦振り返りという特集番組スタートございます。イエーイ。ですね、毎週月曜日、このビターチャンネルで、週明けイレブンという、サッカー情報番組を生放送でお送りしてますが、今日は関東サッカーリーグの6月から7月2ヶ月間かけて実はいろんなチームの取材、試合の取材してたんですけど、月曜日の放送では全然流せないというですね、週明けイレブンをご覧の皆さんにおなじみの積み残しってやつがですね、なんと7試合もあるっていうですね関東サッカーリーグだけで7試合も取材は終わっているのに月曜日に1秒も流せてないということで急遽特番をやろうと。しかも今日8月2日我々喋ってますが、ちょうど関東サッカーリーグ1部2部が中断、リーグ中断期に入ってまして2週間、もうこの中断期に7試合まとめてドバッと出そうと、ドバドバッといかないともうすぐ2週間後にまた始まっちゃうんでと思って、リーグちょうど前期、関東サッカーリーグは前期休節、後期休節っていう前後期戦ですけど、だいたい後期の 3節までで1回中断してるんですけど、7月の27、8の土日で、いわゆるリーグ戦が12試合終わってる状態で今2週間中断期で、残り中断明け8月17日からかな、8月17日の土曜日からまたリーグ再開なんですけど、もうリーグ戦も実は今季6節あと6試合しかないんですよっていうぐらいね、ほぼ終盤に入るぐらいの感じのタイミングで、本日8月2日週明け特番関東サッカーリーグ2019前半振り返り特集っていうのをやりたいと思いますということで、さあ、ずっと私だけ喋ってましたが、私いつも週明けイレブンで MC やっております、夫の浅坊長です。改めてまして、で、にぎにくしく今日はですね、全部で3人のコメンタリーで、ワイワイガヤガヤと喋りたいと思いますということで、私からご紹介しましょう。まずは東京23勝手に実況隊というですね、東京23の試合の中継等々でおしゃべりしてます。前回 の関東サッカーリーグの特番でも出演していただきましたブラジルさんでございます。よろしくお願いします。はい、ブラジル36です。ふるさと東京と地元フットボールアイズル、皆さんこんばんは。今日は特番に出ます。はい、今日は23の試合もエルバークラシコのゲームで紹介することになります。楽しみにしてください。それ以外は23 のブラジルさんからすれば よそ様のチームをね高みの見物で、もうこうなってんの今関東みたいな感じで、いや楽しみですよ、すごい楽しみですよ。多分見てないゲームたくさんあると思うんで、はい、おしゃべりくださいと。はい、よろしくお願いします。もう一人のゲストはですね、この数ヶ月前から週明けイレブンにも直接、スタッフで参加していただいておりますが、ラーテルさんでございます。こんばんは、ラーテルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近私参謀長とラーテルさんはよく同じ試合会場で取材を一緒にする機会が本当に今年多くて、振り返れば東北リーグの開幕戦も一緒に行きましたしね、九州リーグのセントラル開催も一緒に行きましたね、日本全国、JFL も一緒に行ったり、で当然関東リーグでもいろいろこう一緒に行ったりいろいろあるんですけど、ラーテルさんにちょっと栃木対市原の直接対決でどうしてもラテルさん取材行ってきてって僕からお願いして、そうですね、分担をするようになったんですレポートも、はい、ますます積み残しが増えるで、まあその試合もね、ラテルさんが、動画も編集してくれたんで、はい、私もまだ見てないので楽しみですが、はい、この3人でこの特番をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。今ずっと4画面でですねダイジェスト的なものが出てますが、これは4月5月に行われたリーグ戦のゲームで、これはもうすでに週明けイレブンの月曜日の放送で、特集で出している動画なので、見た方はもう見たんじゃないかなという感じで、はい、この今夜話している8月2日時点の後期3節が終わった関東サッカーリーグは2部リーグ制なんで、関東サッカー2部と1部があるんですけど、ざっと順位表を見てもらいたいと思うんですが、いかがですか。いや立派な順位ですね。まず1位ボンズ市原勝ち点31、得失点プラス19ってすごいですね。すごいですね。立派立派。まあね、どうなるかっていうシーズンだったと思うんですけどね、ボンズの監督が変わって、今年ボンズの試合生で結構見ました。そうですね、何試合か見てますけど、どうですか感想
いや、一番やっぱり印象的なのは、うん、もう本当に楽しそうに選手がやってますね。確かにね。宇賀貝さんも結構裏方で楽しそうにやってるよね。いや、楽しそうですよ。ね、本当、はい、チームがこう大きくなんかこう成長してきてる感が、はい。一番なんか近づきがたくないチームですね。うん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 、取材してね。そうですよ、ね。なんか4月のあのゴールデンウィークっていうか、うん、あの令和と平成が終わる最後のボンズのホームゲームが市原臨海、うん、ZA オリプリで、うん、行ったんですけど、私も。あのおもてなしルームみたいなお茶会が作る部屋を宇賀貝さんが作ってくれて、試合後の選手や監督たちと喋れるっていう、ああいう取り組みは、まあ、今年になってから本格的にボンズで宇賀貝さんがやってる、はい、すごいですよね。すごい親しみやすいところが、親しみやすいところが、こんな近い距離で試合、さっきまで試合出てた選手とずっと食べるっていう、茶飲みながらですよ、はい、どうすかなって試合選手になっちゃったんですよね。そうですよ、おせんべいポリポリ食べるからね。そうそうそう、僕宇賀貝さんにウーロン茶もらったもんね。いや、もうほんとそういうね。なんかそういう楽しい取り組みもして、ね、なおかつあのリーグ戦絶好調でね、うんうん、おそらく勝ち点31っていうことは1敗しかしてないと思いますけど、そうですよね、9勝、8勝1分け1敗、そうかな、だったと思います。1回引き分けてますね。違うな、10勝1分けだ。10勝1分け1敗。そうです。そう、10勝1分け1敗、すごいですよね、うん、はい。で、以下2位が東京ユナイテッド、うん、今年、うん、ユナイテッドも実は好調で、ね、はい、昨年は確か3位だったのかな、うん、はい、昨年の2位がボンズで、昨年の優勝、リーグ優勝したのが実は栃木シティだったんですが、うん、やっぱり今年の関東で言えば栃木シティがちょっとつまずいてるっていうのが、うん、ある意味この、まあ、それによってこういう状況が起きてるんですね、うん、ある意味こう上位陣がね、はいはい、まあ去年のワンツースリーがちょっとこう今入れ替わっちゃってるなっていう感じで、うん、以下4位琉球、浦安、うん、ジョイフル、桐蔭、うん、横浜大学 FC、うん、そして東京23が8位までと勝ち点11、うん、横浜たける、うん、日立ビルシステムサッカー部と、うん、はい、ちなみに自動残留、あの関東1部と2部は自動昇降格制度があるんで、うん、あの通常であれば2チームずつ、うん、つまりこの順位で言うと横浜たけると日立ビールが自動降格ゾーンで、はい、東京23さんすぐ上にいて勝ち点差2しか差ことなくないというもうドキドキですね今いや楽しいよ、だから関東リーグ今年はだから、まあ、ジョイフルホンダも含めてまだドキドキですねっていう、ね、残り6試合ですけど、まあ、上も上の見どころがあって下下の見どころがあって、ね、はい、だいたいこういう8月になってくると、うん、こう上位陣と下のところがちょうど分かれてくるっていう、そうですね、こういう時期でもあるんでね、でじゃあ2部リーグ行きましょうか、うんうん、2部リーグはですね、クリアソン新宿が首位と、うん、2位が都南、勝ち点2差で、うん、これはもう競り合ってますね。3位の東方チタニウムも23で、うん、エスペランサも22で、ここは今混戦なんですね、上位4チームが団子だね、うん、もうここはもうか、まあ、クリアソンが少しリードしてますけど、他のチームはみんなこう勝ったり負けたりですね。そうですね、うん、クリアソンでも何試合か2軍のやつ見たけどね、ちょっと完成度いいよですね、すごくですよね、うん、いいチームだと思いますよ、はい、昇格チームが2つ、ベスト3に2つ入ってるわけですね、うん、東方チタニウムも去年は神奈川リーグだった、あの今年、今シーズンから関東2部に昇格したのがクリアソンと東邦ですから、うん、そうです、すごいですよね、すごいね、すごいです、ある意味ね、はい、去年まで神奈川県リーグと東京都リーグにいたチームがもう関東2部で優勝争いしてて、来季関東1部に上がるかもしれないぐらいまで出てるっていうのは、まあ、いかにレベルが高いかですね、神奈川、東京、関東圏の県都県リーグも含めてレベルが高いなというのがね、でそういうチームが、まあ、関東一部に上がってきて、つまり関東一部の既存の10チームっていうのももうレベル高いので本当にこれは私は9つのいろんな地域リーグ見てますけど、やっぱりいつも思うことですけど、やっぱ関東一部は本当レベル、選手の質含めてね、本当高いなっていうね、あの この間冗談で横浜たけるの代表の方とちょっとこうおしゃべり、冗談半分で私が多分たけるは関東リーグ一部じゃなければ、うん、多分とっくに優勝してますね、リーグ優勝みたいな、うんうん、関東リーグ一部にいるから、うん、まあ、なかなかそのリーグ優勝して、うん、前者だ、チケツだっていうのは、うん、なんかそんな現実感がないって、うん、横浜武の方おっしゃってたけど、いや、これ関東リーグ、中リーグにいるからそうだって、うん、他の中リーグって言ったら必ず優勝争いしてますよ、武のものなんで、うん、僕は冗談半分でちょっと言ったんですけど、うん、
それは実は冗談半分じゃなくて割とマジで言ってますんで、ね、うんうん、なかなかね、本当に一部に居続けるのも大変だからね。そうだからずっと関東一部に残留してるってクラブもそれはそれですごいすごいと思う、本当に、うん、そういうことをよく感じますね、うん、ここにだからね、2部でこう勢いのあるチームがまた来年入ってくるわけだからね、一部にね。そうですね、またいろんなこう構造というかね、ストーリーができるよね、うん、エスペランサさんだってね、4位にぴったりつけてるし、エスペランサも今シーズン割と好調なので、うん、いやー、個人的には大好きなので、オルテガさんがね、まあ、監督オルテガさん、代表で兼コーチも言ってる息子さんのグスタボ・オルテゴさんも含めて、オルテガファミリー大好きですから、もしも関東一部に上がるようなことになったら、もう来シーズン大変なことになりますよ。すごいよね。絶対できるが、いろんな試合会場で関東一部で鳴り響くわけですよ。クリアソンとエスペランサもね、結構ガチガチなんですよ。いやー、あの試合も、あ見ました、23の試合とね、ダブルだったから、そうそう、前でトヨタマね、はい、トヨタマだっけ、なんだっけ、なかなかちょっと、トヨタマじゃない、なんとよか、いろいろ、そうです、うん、あ魂もね、そうそうそう、少しこう、ジャッキなんだけど、まあ、そういうあの注目するチームが関東2部にも実はたくさんあるという話なんですが、これから見ていただくですね、6、7月のダイジェスト7試合というのは全部関東1部リーグだけに絞らせていただいてですね、まあ熾烈な優勝争い、あの特に3位以上は全社枠からのチャンピオンズリーグ出場枠というのはこう3位というところがすごく重要になってくるので、そういう上位争いと下に今リーグの関東1部の6、7、8、9、10ぐらいに沈んでるチームも、ここからは本当に残留争いをまず制さなきゃいけないっていう、この6、7月にそれぞれのチームがどんなゲームをやってたのかっていうのを順を追ってみたいと思いますので、そうですね、で早速ですがで、うん、はい、まず6月22日のですね、東京ユナイテッド対ボンズ市原っていう、もういきなりビッグマッチを当時の順位、6月22日時点でも首位はボンズでした、そして2位が東京ユナイテッドでした、つまり1位2位対決がですね、うん、こちら出しますね、この文京区の小石川で東京ユナイテッドのホームゲーム、こう使ったかと、今シーズン初めて私が行ってきまして、ユナイテッドって今出店出してるんですか、出してんですね、今年からこのケータリング3台このスペースを使いました、ね、美味しそうなスタグルが出ておりました、うん、こちらがあのもう都会のビルの真ん中にトンと出てきた、はい、青いユニフォームが東京ユナイテッド、まあ、この色はもう定着しましたね、そうですね、水穂金子さんね、シリスケンさんもうね、あの関東一部の今年の本当に強いチームってどこだった時にやっぱりこのボンズと、うん、ユナイテッドです、うん、この時点でボンズは6連勝なんですよ、第7節なんですけど、うん、でユナイテッドは確か2敗してるんですよ、うん、で勝ち点差6開いてる状態で直接対決なので、ここでまあ2位に直接ボンズが勝てばね、うん、もう首位独走みたいなシチュエーションだからこの6月2勝、うん、あれですね、両チームともプロ契約の選手いるんですかね、いらっしゃるんじゃないですかね、うん、今年はプロ契約の選手すごい増えましたよね、カントリーグね、ボンズが今あのちょろっと映りましたフラビオ監督という今シーズンからブラジル人の監督で、ユナイテッドの監督が福田監督でございます、ということでキックオフ、いきなり前からプレッシャーかけるね、白いユニフォームがボンズでございますよ、この動画を作ってですね、うん、何を伝えたいかというとボンズの好調な理由はいろいろあるんですが、まずはですねフォワード陣がもう強力、うん、ツートップ池田選手とレナチーニョ、元川崎フロンターレにいたレナチーニョ34番、ちょっとレナチーニョカメラと、これ今ヘディングスやってる9番が池田選手ですけど、小石川のこの運動場はもう間近で見れるんでですね、レナチーニョの迫力はすごくあったなと、こちらレナチーニョ、はい、今ね、ツートップが合図してるんですよ、でこの強力なツートップ、特に池田選手高さもね、あの強さもあるんで、この池田選手をどう止めるかっていうのが、まあユナイテッドの一つの、まあ、ポイントだったかなって、今年やっぱりボンズの攻撃の軸になっているのはやっぱり池田晃太選手、うんうん、ほとんどの攻撃に彼が介在するので、
彼が好調であるということがやっぱりこうチームの調子。実際も得点はレナと池田浩太選手がね、現時点でそうですよね、得点ランキング1位がレナチーニョ、2位が池田選手ですよね、ボンズのワンツーですよね、でアシストランキングの首位が池田選手ですよね。さあ、リンジのこの右サイドのフリーから、おお、触れなかったですね。あとですね、今このプレッシャーかけた野田選手、ボランチ、彼も非常にハフリーキック。おおおお、まずランケルさん結構大きいに。やっぱりこう やろうとしていることがすごく分かりやすいんですよね、ボンズは今年のチームは。なのでこう見てて爽快感があるというか、それはありますね。でどんな選手が出てきても同じようなやり方をするので、まあ、こう試合の中で意図と意思が見えるよね。見えますね、すごいよね、はい、何をやろうとしているのかとか、はい、何を隠そうとしているのかとか、はい、ただずっとこれ今 0-0 でずっと時間は過ぎてるんですけど、徐々にですねユナイテッドマイボール取ってからサイド攻撃中心に、今シュートでコーナー取って、これ前半も結構ビッグチャンスが立て続けにユナイテッドにあったところだったんで、信号が見えるのは小石川と申した、曲がり本当全部見るだからね。この日のユナイテッドの選手、まあ、主力が実は怪我人多くて、今までリーグ戦出てなかった選手が割と何人か使われてるんですけど、まあでもね、モチベーションがものすごい高くて、1対1の強さと走り負けないっていうところでは、ボンズを少し上回ってるなっていうぐらい、やっぱりユナイテッドは去年 その岩政選手とかがいた時とだいぶこう選手、出てる選手の顔ぶれが変わって、すごくこう走るチームになったというか、いやすごい走るチームになりましたね、なんか大学チームなのかなと思うぐらい、確かに、ね、走るチームになりましたね。でもちょっと肘打ち気味レナチーニョ悶絶してる間にゲームが続いて今シュート打たれる、それは山岸選手が、元ジェフの山岸選手が大丈夫かって言って今背番号14が山岸選手ですけど、さあこれ今前半もう終わり頃のこれ決定決まったっていうね、なんとか書き出してっていう、もうこれは波状攻撃が続く。なんかでもコーナーキックの時に岩政スピリットがこう見えるね。ね、去年までいて、去年で引退をした4選手が亡き、前半0-0亡くなった後のユナイテッドですが、僕は去年より今年のユナイテッドの方が強いなって正直感じましたね。こちらキャプテンマーク巻いてる山口選手ですと、レアンチーノちょっとまだまだ決定的な仕事できてなかったっていうね、両監督もまあ、0-0 ですから、前半はこんなもんかみたいな感じ で後半からですね、まあ、試合が動くというか、この試合も1点ゲームになるだろうと、もしかしたら0-0で終わるかもしれないけどと、どっちに入ってもおかしくないなって思いながら見てたんですが、まあ、結果先に言いますけど、ユナイテッドは本当にボンズの攻撃陣をビタッと止めてですね、これちょっと怪しかったんですけど、これは逃がしたね、ビシッと止めてですね、一撃必殺カウンターでゴールを決めて逃げ切るっていうね、理想的な、ユナイテッドとかすれば理想的な、今の山口選手のね、あれがおしゃれでしたね、各両チームの選手とも一対一が激しいです。小石川でこれ見てるとちょっともう怖いぐらいですよね。多分バチバチ迫力ありますよ、ここ本当に。
さあ、さあこの16番の選手がもうあのフォワードですけど、うん、佐々木陸選手、うん、彼のもう前線のフォアチェックからの、うん、戻っての守備すごい寸取り。さあこれが得点シーンです、うん、今佐々木選手真ん中から斜めに入って入ってここです。おお、ナイスシュート。うわ、気持ち入ってるね。いやすごかったですね、うん、あのスプリント能力っていうかね、まあ、ユナイテッドの選手全員のスプリント能力が本当に高いなって思うようなね、見事な1点ですね、うん、この施設までボンズは6連勝で迎えましたけど、うん、リードされる展開も多分初めて今シーズン初で、うん、リード戦でね、さあこの後、まあ、あの実は山岸選手とレナチーニョ選手 2人を変えてフォワード陣のテコ入れをするんですが、うん、なかなか意図したことができずにこのまま試合は終了してしまいますということで、うん、これがもうボンズのラストプレーですね、アディショナル。コーナーかな、あ、もうアディショナル3分経過っていう感じです。おさあこの大一番、なんと2位のユナイテッドが勝って勝ち点差3に縮めるというですね。すごいね、ポイントマッチ、ものすごい。この試合で直接でボンズに勝ってるから今があるかな。そうですね、でね、大きい勝だったと思います。ということでこの試合はあのボンズの池田選手と、はい、ユナイテッドの福田監督にコメント聞いておりますので聞いてください。ユナイテッド戦、惜しくも 0-1 で敗戦というゲームになってしまったが、はい、試合後の池田選手です。あのお疲れ様でした。あ、お疲れ様です。今日のゲームの重要性というのは、まあ、これはリーグ戦毎節そうなんですが、特にこの2位のユナイテッド好調なチームということで、うん、この1週間に向けての池田選手を含めたチームの準備という意味ではどんな感じでしょうか。まあ、そうですね、やっぱ首位と2位の戦いだったので、やっぱり勝って、まあ、勢いつけたかったんですけど、まあ、ちょっと結果は残念だったんですけど、まあ、すぐ切り替えて、まあ、来週また試合があるので、はい、またしっかり練習から準備したいなと思います。今日でレナチーノ山岸さん交代するっていう、うん、あ、まあ、はい、0-1 になってからですが、うん、あの、ラストの時間帯というのは どんなことを考え、まあ、そうですね、攻撃の選手を変えてきたので監督が2枚、まあ、点を取らなきゃいけないということで、まあ、2人ともレナチーノと山岸さんとタイプが違う選手が来たので、はい、まあ、それは意識しながら僕が一番前でいろいろ工夫しようかなと思ったんですけど、まあ、結構ロングボールが多くなってしまって、それ以外があまり効果的な崩しができなかったので、そこはまた改善したい点ですね。前線の、まあ、ターゲットマンであり得点源でもあり、はい、その自分の周りに非常に優れた選手がいるという、はい、こうあの攻撃のバリエーションもすごく魅力のある今シーズンのリーグ戦を見てて思うんですが、うん、今日に関してはそのコンビネーションを考えながらプレーしてたのかなと思って、やっぱり距離がちょっと遠くなってしまってたので、まあ、でもみんなうまくやってくれようとしてたんですけど、やっぱ相手も多分うまくディフェンスしてて、やっぱそこを上回れなかった、僕たちの攻撃がちょっと甘かったんだろう。なるほど。今シーズン対戦したチームの中の今日のユナイテッドの、はい、特にこうディフェンスや中盤を含めた守備という面では非常に手強かった、やりづらさは感じてたので、やりながら、まあ、打開したかったですけど、うん、ちょっと難しかったです。その次の2節後がいよいよ栃木シティなんですが、まあ、ここで前期 その折り返しを迎えるわけですが、この前期の序盤を6月まで振り返ってみていかがでしょうか。ご自身の出来やチームの出来というのは、まあ、最初の3節4節ぐらいは調子よく言えてたんですけど、自分自身は
調子良かったんですけど、まあ、それからちょっと、自分の中ではまだ、もうちょいやらなきゃいけないなっていうプレーが多いので、また、まあ、でも自分が改善していくしかないので、そこはまた、はい、また改善していきたいなと。2シーズン前はリーグの得点王になり、今シーズンも、まあ、順調にはゴールは決めてると思うんですが、まだまだもっと自分の働きっていう意味でやっぱり、最後フィニッシュのところっていうところですかね。まあ、今日もチャンスあったんですけど、ちょっとのところで、まあ、そこが生命線だと思うので、もうちょい神経を尖らせて、はい、今シーズンからフラビオ監督が来た、フラビオさんという監督は、はい、藤谷さんからどのような人に映りますか？まあ、か試合中とかは、まあ、あんまり何も言わない、静かな方で、はい、静かで、なんかやりやすく、僕たち、なんかやりやすくしてくれている感じがして、はい、まあ、僕はやりやすくやって、まあ、でもいい距離感というか、僕はやりやすく感じて。以前古部さんにこのリーグ戦終わった後の試合後に見たりすると、はい、非常にこのチーム、今年のチームは一つのグループとしてまとまりがあるんだと、そうですね、自信を持って、まあ、チームメイトも仲良くやってるんで、はい、試合に向けての、負けられない戦いだということは当然なんですけども、そんな中、まあ、永田充が怪我して、川本明人も体調不良で、戦線離脱し、右サイドバックの香西、彼も怪我で離脱して、でキャプテンの伊藤光輝も怪我で離脱して、それだけ選手が大きく離脱した中で、もちろん監督としてはすごく頭悩ませましたけども、まあ、選手たちに、まあ、代わりに出る選手たちに言ったのは、僕監督の目線から言ったらそれは代わりの選手だけども、お前ら代わりの選手だと思って出たら、俺は代役だと思って出たら、この戦いには何も起きないっていうことだけ伝えて、むしろ俺に対して怒りがあるだろうと、俺を使わなかったのはなんでだって、この試合で表現できなかったらお前らに先はないっていう、何かを起こすにはその一人一人の気持ちの持ち方一つだなと思って、そう思ってこの今週1週間選手たちを鼓舞してピッチに送り出したいです。このチーム全体の二十数名のワンパッケージのこうモチベーションを上げるという意味でも、はい、この準備っていうのは、はい、特にその怪我人が多かったっていうのが一番、はい、そうですね、気にしていた点だと思うんですけど、はい、今日蓋を開けて、いわゆる控えの選手だとおっしゃってましたが、非常にチームとしてのまとまりが出てて、はい、16番の選手を筆頭に、はい、前線からのプレッシング、サイド攻撃、攻守の切り替え、非常に、いや本当によく気持ちの入った非常にこう今シーズンの中でもベストゲームだと思いますね。だとは思ったんですが、はいはい、やはり そういう実感が、そうですね、本当に気持ちも含めて、選手たちの気持ちも含めて、これで負けたら勝ち点9差、もう優勝はなくなるだろうっていう危機感の中で、かつ初めてリーグ戦に出る選手がいた中で、やはりこれは相手チームが首位だというこのシチュエーションも含めて、はい、こう選手たちの力が 120% 出る、はい、出ましたね、まあ、そこに向けて僕らも作りましたし、素晴らしいゲームだったと思います、まあ、コーチ陣も1週間いい準備をしてくれましたから、はい、まあ、ある意味強さが僕らにも、まあ、もう一度ちょっと身についたかなっていうようなのを実感できた試合ではありましたけど、終えて全勝の出場を決めてますが、はい、この11月 の、まあ、J ビレッジのこのチャンピオンズリーグとまだまだずっと先ですが、はい、このまずリーグ優勝っていうのがこう縮められたっていうのも大きいと思いますし、そうですね、この9月10月11月に向けては、はい、戻ってきた選手、まあ、競争は激しくなればいいと思いますし、その中でまた怪我人は出てきますし、残り地域チャンピオンズリーグ昇格までに戦うの、今日の試合を終えて13試合が終えて残り22試合あるんですね。なのでまだまだ選手たちの活躍の場はあるし、出たからにはお前ら必ずピッチで表現しろっていう、まあ、その繰り返しですよね、ずっと1年を通じて、でそうやって戦える選手だけを選んだと僕も思ってますので、まあ、本当に、まあ、僕の目に狂いはなかったなってこの試合で一山超えた感がありますが、まだ二山、いやまだまだ全然、まだまだあるという、まだまだ全然、サッカーは何が起こるか、大事なのは次の試合です。本当にもう、今日は過去のことですから頭切り替えてという、いかがですか、ちょっとじっくり聞いてましたから二人とも、いや、またね、分かるでしょ、やっぱり福田さん声が枯れてますね。あ
の試合中に福田さんの特徴は試合中のコーチングボックスからの劇はすげえですから、ちょっともう声がガラガラになってる感じがありましたね。あと両チームともあれだね、遠くをちゃんと見ながら今のその一節一節を戦っているのが、ね、もうこの6月の時点で分かりましたね、はい、この試合は6月22日の第7節でしたけど、すでにこう6試合、過去6試合のことも振り返りつつも、この先の9月、10月、11月までを見てるっていうね、地域チャンピオンズリーグ含めてね、あと何試合っていう、こうカウントダウンをね、福田監督が指示されてましたもんね、うん、あのこの週明け特番、関東リーグの特集前半振り返りの1本目からいきなりこんなに濃いゲームでした。確かに濃かったわ。濃いでしょ。試合内容、結果、コメント、ね、まあ、中には緩い試合もあるんですけどね、この後緩い色たまりでマジですか。まあでもやっぱり冒頭私オープニングで言いましたけど、レベルが高いので、あの消化試合が1試合もないっていう、どの順位であってもね、もうこれね、今また順位表見てますけどね、足すくわれるとですね、すぐ6位7位に落ちちゃうぞっていうぐらい油断できないんですよっていうふうに皆さんおっしゃってますよ、上位陣のチームの監督さんは。はい、まあそんな感じでいいですか、次の試合行ってよろしいですか、はい、じゃあ翌週の6月29日のですね、浦安ホームゲームの相手が横浜たけると、まあこれも最新順位ですけど、その時点での順位はまだ、あの実はこの時点で6月29日の時点で浦安はですね、まだホームで0勝だっていうね、割とね10位とか9位に沈んでたんですよ当時浦安は。でたけるの方が順位上だったっていうね、そういうシチュエーションだということで、じゃあ早速見ましょう、浦安のホームゲーム、黄色の蛍光ユニフォームが横浜たけるで、この後集合写真のカット出ますから、あ出ます、注目、あ楽しみ。オープニングの作戦みたいなポスター。自由ですね、毎試合ね、横浜たけるさん。さあこちら浦安、さあキックオフですよ、前半この試合ね、面白いことがいっぱいあったんですけどね、まず先にタケルから触れますけど、力監督が変わりですね、金谷体育大、金谷で九州リーグの金谷で指導者やってた方が、取るんですよ、富塚選手、右サイドバックの富塚選手のドリブルね、攻撃的サイドバックなんでね、もう初勝利に飢えてる、前半7分ですから、自分が決めた、あっという間に、今日こそはみたいなね、もうホーム、浦安はホームゲームお客さんたくさん入るチームとして有名なんですけどね、今日こそホームに来てくれたお客さんのためにみたいなね、ところがこの横浜たけるの右サイドバックの選手がですね、黒いグラブをつけてるんですけど、試合中唯一彼一人だけ、このね、あのセンターラインのところからもね、セットプレーができるっていうですね、強力でした。これはそこからまたコーナー取るっていうですね、あのグローブ画期的ですよ、ね、すごいですね、あれ滑り止めも滑り止めで飛ぶの、いやルール上いいんでしょうね。またあとキーパーの若手選手、あの、はいはいはい、彼のキックのね、飛ぶ距離が本当に多分関東一部で一番飛ぶと思うんですけど、ゴールキックとしては、あの、つまり1本のキックパスがもう相手のペナルティエリアにチャンスになるっていう攻撃がこの前半再三三四ですね、この横浜たけるから見られるっていうのがですね、ちょっとこのダイジェストのですね、特徴です。この後ろからもうドーンって入れてきますから、意外とですね、浦安、あブルーバッカーはセンターバッカーそんなに身長実は高くないんですよ、あの背番号5の石井選手は180オーバーしたんですけど、それ以外の
選手が割と小さめなので、それをあえて狙って、実は横浜拓って昨シーズンまで割と攻撃的にこうつないでつないでってしまうんですけど、このゲームはこの浦安のためだけに、このロングスロー、ロングキック、うん、また、まあ、いきますよ、この距離ですよ、分かります、見えますか、画面右端にいますよ、今、右サイドバックの選手、ドーン、ドーン、ドーン。おお、なんかまたヨーロッパのユーロとかの予選 の、 あのアイスランドとかではよく見る やり方なんですよ。相手ポルトガルだしみたいな感じで。でもね、これをね、地域リーグで見れると思うとね、見てて面白いなと思って。あ、これカウンターですね。さあ、これ2点目欲しいところっていうね。まあ、あの再三三振、また投げます、また投げます、ね、またまたそのサイドにクリアするしかないみたいな。またこのサイドが普通はで、これまたフェイントで、今度はディフェンダーからまたドーンとね。おお、惜しい。これは今ファールで、ノーゴールと。確実にチャンスですね。タケルはでも相当あれだね、ウリオベッカの分析してやってるね、僕ね、あの実は縦ポンサッカー結構好きなんですよ、うんうん、でもね、僕ロングキックって本当に正確に蹴れないと意味ないじゃないですか、ね、正確に蹴れるんですよ、このタケル選手たち。素晴らしいと思って。ただバカ切りしてんじゃないですよ、ちゃんと狙ってて、それがちゃんと戦術になってて、試合後、津波監督にね、浦安の監督に、津波監督に言ったけど、本当に一番嫌だったって、あのロングスローは本当に嫌だったんですって。この辺も、浦安のクリアでギリギリの結構、もともと、はい、あれですね、押し込まれてるんですね、そうなんですが。さあ、これです、得点 C です。おお、キーパーとディフェンダーがちょっとお見合いした瞬間のところすかさず、まあ、狙い通りですね。こういう相手のミスが出やすいわけですから、高いバウンドのボールの処理というのが一番難しいので、なんと前半32分にタケル11ドロー、追いつく。さあ、ここでやや危ないぞと思って、これ実はゴール後のキックオフからが続いていると思う。あの11のキックオフから続いてると思うんですけど、これ浦安の追加点が2点目が入った。左サイドのスペースから、おお、自分で入れた、ね、浦安の背番号9番小島達樹選手はね、いやすごいね、すごい選手ですよね。スピード、ドリブル、パス、本当にオールマイティに素晴らしい。浦安の攻撃陣も本当中心的な選手で、これ2-1だ。今の左のスペースを見つけて、ちゃんとそこに、うん、あの走り出してるし、味方の選手も見てるんでね、あとは一人で、スルスルスルッと、ネイマールのように、スルスルスルッと、ね、ペナルティーエリアに入ってきて、で、これで 2-1 です。あ、終わり。これで 2-1 で入って、ハーフタイムですね。はい、これで前半終了です。ちょっとあの前半のあのタケルのロングスロー中心に前半の打率が長めですね。後半はですね、ここからあの実は浦安のゴールラッシュがものすごいこれ大量得点のゲームになるので、後半はですね、浦安のゴールシーンだけですが、 2-1 で折り返して、タケル1人ハーフタイムで、後半頭から選手一人変えてますか。あー、ゴールキーパーのね、タケルの若手選手、本当にハイボールの処理も、うまい選手ですけど、あー、これ危ない、いい、このロングキック一発で、いや
けるんですよ。あ、でもちょっと自分から行きましたけどね。でも一本のパスでこのセットプレー取れるっていうのはやっぱ武器ですね。これわざとパントで浮かして、まあ、前半と同じように徹底的に浦安のディフェンスラインの、ね、弱点を作っているわけで、ね、でここであの浦安、選手交代する上田選手かな、確かに、ね、背番号2をつけている上田選手なんですが、浦安のもともとサイドバックの選手として入っているんですが、今シーズンからフォワードにコンバートされているんです、ね、さあ、おい、さあこれが3点目のゴールです。また富塚選手ですね、本日2点目、PK の先制についてセットプレーでやっとこじ開けました。さあこのショットだけの選手もやや集中力というか気持ちが切り始めたかなというのを立て続けに、小島選手ですよ、このドリブルの速さは見てます。左うまい、いいと、あーでも防いだ、ああハンドだ、もう小島選手の縦横無尽、ここでファールを、もう思わずファールと。じゃあこのセットプレー、注目です。18番の村田選手が蹴ります、右足で、うい、おお、素晴らしいですね。うまい、一番得意な角度でしょうね。小島選手のドリブルでファールをもらい、セットプレーから点を取るなんてもうね、強えなと思いました。浦安強えなってこの時点で最下位っていうのが信じらんねえなっていうぐらい本当だ、ね、武器がいっぱいあるなこのチームはみたいな。さあファーに反らして中央で待ってる竹中選手、背番号11、去年は栃木シティにいましたが今年浦安に復帰して、これで5点目、5-1、あっという間にでもね、浦安だって上に上がってきちゃってるからね。そうですね、ある種このタケル戦が大きなきっかけ、ホームゲーム初勝利が、この浦安のこの後の上昇をこう印象づけるというわけで、試合後の津波監督かな、これもたっぷり来ていいですか。まずは、タケルの監督からのコメント聞いてください。グレーバッカー浦安対横浜タケル試合後、ドーゴン監督、はい、まあ今回はちょっとスタメンを変えて、まあ、セットプレー、空中戦に強い中野選手を入れて、まあ、そこで押し込めるんじゃないかというスカウティングがあったので、まあ、それをまあ優先順位の上に置いて、チームでそこを心がけてプレーするように しました、まあ、結果その起用した中野選手が、同点ゴールを決めてくれたので、まあ、そこは今後のプラスの材料かなと思います、まあ、ただ、相手の9番の小島選手にからちょっとボールが奪えなかったりそこで突破されたりっていうのがあったので、まあ、個々の力っていうのは今後しっかり鍛えていかなければいけないかなと思っております。はい、と、まあ、スローイングはほぼもうセットプレーのようにできて、はい、あれを再三再四今日の試合出てた、もしくはこの今日スタメンに使った選手の特徴を生かしてそこは監督も十分徹底してやろうと思っていたところだったでしょうか。いかがでしょうか。そうですね、ディフェンスラインの石井選手、相手の石井選手だけ、まあ、180を超えているので、うん、でこちらは、まあ、先ほどの長野選手と斉藤佑樹選手、はい、まあ、競り合いに強い選手2人いるので、まあ、どちらか石井選手に潰されてももう一人の選手で絶対勝てるというのがあったので、はい、まあ、セットプレーも大きな武器になるかなと思って、
まあ、今回は低い位置からもしっかり当ててもらいました。はいはい、今シーズンからこの横浜武という監督について、はい、関東一部リーグと戦ってみたこのリクリとのこう、はい、感じることがあったら教えていただきたいです。そうですね、まあ、僕自身、まあ、守備、まあ、プロチームでアトレティコマドリードのようなチーム作りをしたいなと思っていて、まあ、守備から入ろうという形を優先してチーム作りをしていて、まあ、逆にこれまでのタケルは攻撃的なチームだったので、まあ、そこがちょっとうまく噛み合わなくて噛み合ってないのかなっていう部分もまだそこが、はいはい、そうですね、まあ、逆に、2試合勝っているんですけれども、まあ、その2試合は1対0で勝てているので、うん、まあ、守り切った中でなんとか点取って勝てているっていう部分があるので、まあ、今後ちょっと今回大敗してしまったので、うん、まあ、どっちにシフトチェンジしようかな、このまま行くのか、ちょっとこれまでのタケルのように攻撃的なプレーを増やすのかっていうのは、まあ、今日のビデオを見たり次の東京 23FC のさんの、まあ、試合を見てまた決めていきたいかな。はい、なるほど。大会 全国社会人全社、はい、出場この10月の鹿児島、はい、ちょっとまだ先なんですが、はい、ちょっとまだ先なんですが、そうですね、僕自身、今年の2月まで金谷体育大学にいて、まあ、そこの B チームが九州社会人リーグ一部に所属しているので、まあ、その九州リーグの九州一部のチームと関東一部を比べたらやっぱり関東の方が高いと思うので、まあ、関東予選を勝ち抜いたっていう、まあ、誇りを持ってもう少しでもいい成績を残せたらなと思っています。じゃあ逆に JFC や沖縄SFAのことはよくよく知っているというか。そうですね、学生の頃は学生コーチとして使わせてもらったので、もちろん素晴らしいチームなんですけど、まあ、いい準備をすれば、まあ、しかるべき成績がついてくるんじゃないかなと思ってます。監督ご自身の縁もゆかりもある、じゃあ鹿児島の大会っていうのは逆に楽しみですか。その、まあ、知り合いが、ね、たくさんいる、はい、まあ、学生時代過ごした土地なので、はい、まあ、応援に来てくださる方がいたら、まあ、その方のためにも、いい成績を残したいと思っております。まあ、選手たちがよく最初から最後まで走り切って、積極的な姿勢を打ち出そうとしていたのが、まあ、最終的な大量得点につながったのかなという感じがします。まあ、ホームで本当に勝てていなかったので、なんとかホーム初勝利をという思いでいましたけども、こんな大量得点になるとは想像しておりませんでした。それもまあ一つ一つのプレーがしっかりと魂を込めて走り切って戦った結果だと思うので、選手たち本当にご苦労様と思っております。そのレギュラーのフォワード陣を変えてもこのゴールをたくさん取れるというチームに段階に来ているというのは何か監督から思うことはありますか。まず僕は最初からとにかく守備ありき、全員が守備をハードに頑張って、そこから相手が強い相手でも弱い相手でも何しろチャレンジャーの気持ちで相手を、まあ、苦しめるような戦い方を しましょうとずっと言ってきて、それは例えば背後への走り出しだったり、ディフェンスの献身的な戻りだったり、そういうことを泥臭い仕事を厭わずやれる選手がまず最初にピッチに立っていたという形で、その中で最終的に相手が疲れてきてチャンスができたりとか、そういう形が増えてきたのかなというふうに思います。まあ、でも一つは僕は少し臆病で、やっぱり3バックを中心にチームを作ってきてたんですけど、選手たちは4バックの方がやっぱりスムーズだという話をしてくれたり、僕も そこの中で折り合いをつけて、今4バックでずっと結果が出てきているので、こちらの方が今の選手たちに合ってるんだろうなという形で、そこが一つ転機になっているのかなと思います。スローイングもほぼセットプレーのような形をたくさん持っているチームだと思うんですが、その自陣に戻った時の守り方については今日に関してはいかがですか。もちろんスカウティングでキーパーのロングキック、そしてそこのセカンドボールを取られると鋭い攻撃が来るっていうのは分かってましたし、そこのトレーニングはしてたんですけど、うん、そこを全部スローインにさせてしまったっていうところが、はい、もう非常に想定外で、うん、何本もスローインがね、やられた。前半は本当に怖かったね。はい、で逆にまあその左サイド選手をどんどん攻撃に出すことで、少し右寄りの方にちょっと攻撃を導きたいなって、ちょっと狙いはハーフタイムに話しましたけど、まあ、それほど成功したわけじゃなくてまあ恐ろしかったです、正直。やはり武尊のストロングポイントとか、はい、本当に強みを感じます。それをしっかりと左サイドで、ね、徹底してやられましたから、そうですね、非常に嫌だったですね。
点を1で抑えてるっていうのはっていう出来に関してはどうでしょうか。やっぱり攻守のバランスが良くなってるのかな。守備の時に人がしっかりと増えて、うん、あるいは増えすぎて譲り合ってたっていうゲームもあったので、その責任感が逆に増してきてる感じもしますし、逆に攻撃の時に厚みがある分だけ相手を苦しめていける、うん、まあ、多くの監督さんがね、攻守のバランスを早く見つけるということをおっしゃいますけど、僕もだいぶ見つけるのに時間かかったけど、少しずつ見えてきたかなという感じが今正直なところ。まだまだ少しずつというか、こう基本的にはもっともっと前から、自分たちが相手陣内で守備をし攻撃をしという時間を増やしたいんですけど、どうしてもやっぱり引かされてしまったりとか、そういう状況も今日のゲームでもありましたので、その辺を選手たちが自分たちでグラウンドの中で見つけて、苦しい時に何をすべきかとかを見つけられるようになった時に、初めて安定した試合運び、強いチームというふうに言えるんじゃないかなと思います。まだまだだと思います。あとはゴールゲッターがね、まだ眠っているゴールゲッターたちがいますんで、その人たちにも目覚ましてもらわないといけないんで、そこを期待しております。リーグ戦の前線の数枠も取りましたから、この後期に向けての、はい、チャレンジという意味では、次週もその次のホームゲームも非常に重要になる、はい、そうですね、本当に行かれてる場合ではないかなという感じ。もう全くその通りで、はい、今日のゲームの前にも、その我々の最終目標である JFL 昇格に向けて、ここは試金石になるゲームと、こういう難しいゲームを自分たちのペースに持っていって、なんとか苦しい時間をしのいで、そして勝つことができれば、これは次につながるよって話をしたので、まあできすぎだったんですけど、次のゲームはもう間違いなくもっと悔しい思いをしている、はい、相手チームが襲いかかってきますので、はい、そこでもしっかりとチーム一体感を持って、どの時間帯でもどの戦況でも自分たちでそれを見つけながら戦っていけるような試合運びができればなと思います。ありがとうございます。というわけで、いや、2本目もいいのかな。お二人の監督をそれぞれの立場から語ってもらいました、はい、まあ、両チームの監督ともにね、もう関東リーグに夢中って感じがするで、両方、まあ、どちらの監督も、まあ、喋り方は違うかもしれないけど、よくサッカーを言語化して、ね、そうですね、語ってくださいますよね。なんとなく茶を濁すような喋り方じゃなくて、自分がどう考えて、でチームがどうあって、相手がどうあって、どうしたらって、こうパズルを解くようにね、こう視聴者にこうサッカーの楽しさをこう伝えてくれてる、もうサービス満点のインタビューで、本当に私がね、こうインタビュアーとして試合会場で聞いてもね、うん、本当にいろんなことを逆に、うん、僕も教えてもらえてるなと思ってね、うん、私もこの年にしてサッカー勉強になるなって関東リーグ見てるとサッカーが勉強になるわって僕も思ってます。そうですよね、はい、皆さん本当にいいサッカー人が本当にこの関東リーグにはたくさん集まってるんだなっていうのは僕も感じます。で、で再三ですね、インタビューコメントでもできました、タケルの道言監督、はいはい、実はこの6月、この試合6月29日で、前節が6月22日、1回5月のリーグ戦終わって中断してたんですけど、その時に前者の関東予選というのがあって、つまりこの6月22、29の時にはもう関東予選終わってるんですけど、うん、本戦出場、鹿児島大会出場を決めてるのがですね、この順位表でいうとボンズ、上から言うとボンズ、ユナイテッド、栃木シティ、浦安、そして横浜タケル、関東一部だとこの5チームが関東予選を勝って、で2部からはエスペランサ、ね、今4位の、ね、関東2部4位のエスペランサの6チームで合ってますか。そうですね、言ってますね、はい、6チーム関東から出るんですけど、うん、23は実はエスペランサに負けたんですよ、ね、なんで傷口に塩を塗り込むな、うん、思い出してくださいみたいな。いやー、ほんとね、去年も負けてるんですよ、うん、決勝で。で、今年はね、去年はまあ正直ね、ちょっと舐めてた感はありました、うん、RKU で。で、選手たちもやっぱりすごいこう、なんていうの、反省があって、今年は万全のね、体制を持って、万全なこう、なんていうの、心の持ち方で行きましたけど、ね、それ以上にやっぱりエスペランサさんはね、もう神がかってた。そうですか。素晴らしい集中力、コーナーキック直接入れたりとか、あと、悔しいけどすごい強かったですね。うん、で、最後の津波監督がね、うん、JFL 昇格の目標にって言ってたのは、うん、前者に出場してですね、うん、かつ3位以上になって、うん、
リーグ戦で、まずリーグ戦で最後9月で3位以上になって全社に出てれば、チャンピオンズリーグに出場するその一応ラストチャンスがつかめるっていう、つまりこのインタビューホーム初勝利した時点で最下位にいた浦安がですよ、ここからまくってまくってリーグ優勝っていうのはちょっとさすがにそれは厳しいって津波監督もやっぱ思ってたんで、やっぱ3位以上に食い込むこの目標モチベーションを全社の出場権を取ったっていうのがでかかったっていう、選手たちのモチベーションがそこで終わらずにね、やっぱそれはすごく明暗があるんだなと。やっぱ5月の時点でこの全社の関東予選を終えてしまうというこのサッカーカレンダーはいろんなものをこの6、7月に各チームにね、選手や監督への影響っていうのがあるんだなと。でタケルの監督もすごくその全国大会に向けて自分たちの力をこれからどん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 見せることができるってことは選手を含めてすごい楽しみにしているそうですし、武田さんも全国大会久しぶりだよね。ですね。でね、浦安と関東予選の決勝で戦ったのが実はジョイフルだったんですよ。ジョイフル本田つくば、はい、実はね、4-0 で浦安勝ったんですよ。その5月の関東予選の時点でジョイフル当時3位か4位だったんですよ、リーグ戦では。だから全然チームの調子はジョイフルと本田の方が良かったんだけど、なんと全社の予選決勝で勝って、で掴んだ出場権を、そしてタケルにホームゲームで勝った、そして次節、ホームゲームが浦安が続くんですけど、次ホームの浦安対筑波というですね、つまり相手は死に物狂いで来るぞって監督はね、言ってたのはそういう意味です。なるほど、3本目ということで、7月6日の浦安対筑波の試合を、前者の予選で負けたジョイフロンド筑波、もうリーグ優勝しかチャンピオンズリーグに出場できないということがもう筑波の場合は決まってるっていうですね。さあ、ということで前半キックオフでございます。これ開始早々またゴールです。おああ、おまた富塚選手、あらいいところにいるね、隠れるのかね。背番号8番右サイドの富塚選手をセットプレーで、前半3分です。早くも先生、つくばのセットプレーはね、もうキッカーは背番号10番の下津選手、彼は本当左足スペシャリストなんでね、もう正確なキックを持ってますから。あとは身長も高いので、攻撃力は多分関東リーグ一部で一番あるんじゃないかと。あのボンズと並び、このつくばのアタッカーというか、そのカチッとはまった時の怒涛の攻撃力はやっぱつくばあるなっていう。でこの試合も先制されたんですけど、終始つくばが押していくんですよねっていう。そうですよね、開幕した頃のね、3連勝しましたからね、開幕リーグがね、リーグ3連勝して下から繋いでね。そうそう、ビルタッパーがすごく綺麗なんですよ。タケルと浦安の試合を立て続けに見ると、このゲーム内容が全くこう違うというのもはっきり分かると思うんですけど、赤いユニフォームがジョイフル本田筑波でございます。この時点ではリーグ順位は筑波の方が上です。まだ浦安は7位とか8位ぐらいの時だったと思います。前線のフォアチェックしているのがですね、ジョイフル本田の背番号19番の川島瑞希選手、お父さんがペルージ、鹿島トラズ優秀出身このね、マイボールになった後の攻撃の枚数の厚さはまあまあ破壊力あるねっていう。でもこう終始こういう崩し方ができるのがやっぱつくばですよね。本当コンビネーションいっぱい持ってるんですよね、パターン。割とこうね、相手がブロック作ったところをこう打開していくアイデアを持ってる選手が多いです、ね。やっぱ
浦安の選手たちも弾き返すのでやっとみたいな感じになって、うん、またこう相手に拾われてまた怒涛の攻撃が続くみたいな、うん、唯一これが今のはキャプテンの秋葉選手が秋葉選手の背番号7番の秋葉選手のキック、うん、さあここでうまい、ぶちぎった、また秋葉選手ですね、うん、2本続けて、うん、これがですね疑惑のシーンですよ、私見てて、ちょっと後ろから思いっきりタックル入って PK なんじゃないかなと私は思いましたけど、うん、怒ってますね、水崎選手は怒ってますよ、川島水崎選手はかなり怒ってました、うん、この時は。ただ、そのままゲームは続いておりましたので 1-0 浦安リードのまま、ナイシュ入った、これが前半41分ですね、耐えて耐えて、耐えて逆襲に展開した浦安が2点を取る、2点目を取って前半40分、菊島選手背番号10番、15番その選手のゴールで、これで不思議だよね、攻撃してる時間が長いから点取れるだけじゃないんだよね、ね、これで前半が 2-0 終わり、筑波の方がこうハーフタイムに1人選手を交代させてますね、はい、さあコーナーキック、お危なかったですね今のは、ボール取られないですよ、すごいよね、ここで狭いとこパス通すしね、これまた左サイドに振るのかな、松井見てるな、ここがいいとこ出てきて、これゴールシーンですね、中央で待ってる川島選手に来ます、ドン、おお素晴らしい、いやあんだけ時間かけてよくシュートまで持ってきますね、さあこれが後半の12分、うん、あじゃあまだまだ時間ある、あごめんなさい、後半23分すみません、うん、後半23分川島美咲選手のゴールで 2-1、うん、もうこっからはねイケイケです、うん、あこれは追いつくなみたいな雰囲気でした、ね、うんうん、もう筑波のペースがすんで、もう選手交代を宇都宮監督は、うん、あもう中盤ね足が止まってきてるんでどんどん修正しなきゃっつって、うん、関東リーグは5枚選手交代枠使えるんで、うん、躊躇なく、ね、選手交代の場合はカードを切ってきます、ね、うん、お多分この後半のダイジェストも浦安の攻撃シーンほぼこれでない気がする、あとはひたすら筑波の猛攻、筑波は本当ショートパスがよくつながるよね、これは素晴らしかったんですけど、これもね倒したよ後ろからって私は心の中で思いました、ノーファールノーファール運がないですね、前半と後半1回ずつ疑惑のっていうね、さあもう浦安の選手必死ですよ、いや抜けた、1点リードしてるっていうなんか精神的なアドバンテージがもうない状態みたいな、もうアップアップでどんどん追い込まれてるみたいな感じで、さあ2枚替え目です、あと身長の高いフォワードの選手を2人同時に抜いてきても、ここで繋がってねえ硬いと折り返し中に入れるつもりだったかな、右サイドから行きますよ、ここ行った、
真ん中ダミーで一回外を回って、さあここはどうした、これはチャンス、チャンスじゃないですか、これでですね、多分もうこれで後半終了じゃないですかね、ああ時間足らず2対1、津波監督はほっとして拍手をしておりましたこれはちょっと見てる人たちもドキドキしながら見てたですよね、2週ホームゲーム2週続けて浦安が2連勝ホーム2連勝を飾って、1点は取りましたが試合は 1-2 で敗戦というこのゲーム、どう映ったゲームでした？1点決めれたのは、まあ、自分の課題であった、まあ、ゴール、まあなんていうの、まあ、最低でも1点は取ろうと思ってたんで、まあ、よかったと思いますけど、チームがやっぱり負けてしまったので、やっぱりそれはやっぱり1点だけじゃなくて2点3点と決められる選手にならないといけないですし、やっぱりチーム全体としてはやっぱり立ち上がりがやっぱり2点とも出られたのがやっぱり結構でかいな、後半は結構ずっとうちが攻めて、やっぱり内容的にも絶対こっちが勝ってたし、チャンスも結構ありました、まあ、課題があって後半本当に相手を上回る内容を取ってるっていう45分だけを見れば明らかに上回ってるなと思います。何が前半と何が違う？いや、もうチームの中ではもう立ち上がりから行こうと思って、うん、やっぱブリオベッカーはこの前前者で 4-0 で負けて、うん、やっぱりもう一回負けるなんてダメだし、やっぱりリーグ優勝しかないんで前者負けちゃって、うん、なんで立ち上がりから行こうっていうのはあったんですけど、やっぱり、まあ、今回の立ち上がりでやっぱりあれですか、まさがやっぱ前半から行かなきゃいけないっていうのはありましたね。そうですね、まあ、前者で、4-0 で、まあ、その時には、まあ、ちょっとグラウンド状況とかもあってお互いにこうダイレクトなサッカーになっちゃった部分があったんで、まあ、今日はうちらしいサッカーをしながら、まあ、相手のなんだろう先生の力強さっていうところを出させないようにしっかり前からプレッシャーかけながらっていうところのセカンドボールの拾い合いなんかは、まあ、前半2点取られてしまったんですけど、そこら辺は前半からしっかりやれてたので、まあ、そこはちょっと負けてしまったんですけど、そこはしっかりできてた部分として次に積み重ねていかなきゃいけないとは思ってるんですけど、ただやっぱ立ち上がり1本目のコーナーキックで失点したっていうのはやっぱりまだ自分たちの甘さとか、まあ、最近ちょっと怪我人が多い中で少しメンバー入れ替わったりとか、まあ、セットプレーっていうところで少し不安はあったので、その分集中しようとは入ってたんですけど、やっぱりそこはまだまだ甘い部分なのかなと。ただ、まあ、後半最後まで、気持ち見せて戦ってくれたところだったりとか、あとは試合の中で選手たちが成長してるなっていう部分が見えたので、そこは本当に、まあ、これから後半戦本当に総力戦だよっていうところは選手に話したんですけど、まあ、一人一人が自分がやらなきゃっていう気持ちでどんどん前向きにプレーしてくれたので、そういう意味で後半戦につながる内容であったので、まあ、下向いてる暇はないんで、あと残り9試合で27勝ちで取ることだけ考えてまたやっていきたいと思います。負けない、逆に言うと0人になって逆に開き直ってやった結果で、この試合でもすごい試合の中で成長したなと思う選手もたくさん見えたんで、もうそう捉えるしかねえかなって、僕の中ではもうなんだろうな、 0-0 で推移してって、まあ後半パワー持ってる選手もいたんでベンチに、まあそういう展開っていう試合前の予想だったんですけど、まあもう0人になっちゃった、その中でなんか選手たちは殻破ってガッてやってくれたのをもう前向きに捉えてまた積み重ねてました。まず最初に、まあ、いい形で、ゴール取れて、まあ、その後も、まあ、自分の追加点で、まあ、2-0 という形で前半折り返したのが、まあ、すごく良かったんですけど、まあ、後半ちょっと相手の勢いに、まあ、自分たちが引いてしまったのがちょっとで、さらに失点してしまったので、まあ、流れがうまく自分らの方に回ってこなかったのもやっぱこれからの課題にもなってくると思うので、まあ、それしか改善していこうきにこれからも挑んでいきたいと思います。前者の予選 の、はい、ファイナルでも当たった今日の筑波なんですが、はい、今日はちょっと手強いなって感じる何かはありましたか？はい、今日かなり手強いなって感じで試合してて、やっぱり前半またいい形でラッキーな感じで、まあ、2点入ってもらっちゃって攻める姿勢もちょっと自分たちの中で、まあ、そこをかなり相手に疲れたって感じです。開幕、この前期開幕した頃まだベンチやゲームを見る側だったんですが、はい、この、前期の後半から試合出て何が違いがこのトップチームには出ています、何か感じることありますか？まあ
自分自身怪我もありコンディションもなかなか整わない中で、あのスタンドで見てることが多くて、まあチームもなかなか勝てずに本当悔しい気持ちだったので、まあ、出た時は絶対やってやろうと思っていて、とにかくできる自分できることは声出したり味方鼓舞したりたくさん走ったりするところなので、そういうところでチームに貢献できればいいと思って試合やってます。リーグ戦も3連勝で公式戦もずっと負けなしというかずっと勝ち試合が重ねて のチームの雰囲気というか選手たちの自信という意味ではメンタリーはかなり上がってますか、この6月7月で。まあそうですね、リーグ戦始まった頃よりはこの夏前に向けて勝ちを重ねているのでチームとして自信にはなってるんですけど、まあ今日の試合の通り後半全然納得いく試合じゃなかったので、勝ちながら修正して課題を克服していきたいと思います。いやです、前半の45分セットプレーで先制して今 2-0 で割と落ち着いて見ていられた45分だったと思うんですが、前半に関してはいかがでしょうか。そうですね、やっぱりセットプレーが入るようになってきたって非常に大きくて、はい、苦しい時間帯にそこでリズムを取れるというのは、非常に前半は安心して、落ち着いてベンチになりましたが、後半はやっぱり、ね、はい、どうしても相手も非常にレベル高い攻撃してくるので、はい、本当に厳しかった。 2-1 となってからの、選手交代、最初2人、その後1人、また1人と目まぐるしく割とこう修正を図ってたと思うんですが、その意図を狙いと出来という意味ですか、その修正したかったことと狙いというのが何だったのか。その自分たちのベースはそのディフェンスにあるというふうに選手たちに伝えていて、はい、まあ、3ラインがしっかりとコンパクトなディフェンスをして、特に2列目のところで、うん、侵入を許しすぎるとやっぱり最終ライン持たなくなるので、まあ、1失点目の直前ももうやられるなっていう話ではしたし、ね、少しちょっとその前からずっと遅かったなと思って反省してるんですけど、はい、まあ、それを元気な人を入れて、うん、防波堤をしっかりさせるというところから入って、もちろん攻撃で前のところのまずは守備のところはちゃんとやろうという、やっぱりこれだけ攻撃力があるチーム相手だとその最終ラインだけでも打たないというのはもう分かってましたし、なんとかその攻めにもっと出たかったんですけども、うん、まずその守備を安定させてなおかつ攻め出る選手、そこが今これからの課題かなと思いますね。守備も強いと今度一本上司に攻撃になってしまうような選手がちょっと多いので、はい、そこをもう少しレベルアップしたいなと。なくやっぱり自分たちが少し中盤でつないでサイドバック上げてそれをしたかった、コンパクトに押し込みたかったんですけど、それはできなかった。できなかったということですね。最後、まあ、富塚ボランチ入って少しできたかなって感じでしたけど、はい、ね、あの辺がきついですよね。じゃあちょっとそこでずっと私も見てて、監督がずっと終始ピッチサイドでもうラスト15分くらいはもう厳しかったです。なんかこうそわそわしてるというか、まあ、いつやられてもおかしくない状態だったと思いますし、非常に危険な時間が続いてたというのはやはりそうですね。やっぱりボールを自分たちが握って相手の背後を取っていくということをしなければ、うん、いつも自分たちがハー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 しながら守るっていうのはそれはもう簡単じゃないので、なるほど、そこのバランスはちょっと後半悪かったです。じゃあやっぱり前半の45分とガラッとゲーム流れも違ってしまったなという。そうですね、あれでしたね、完全に負けゲームだと思う後半はね、うん、なので、まあ、よく持たしましたけど、やっぱりもう少し1試合通じてしっかりと、ゲームをコントロールしていけるようじゃないとその JFL 昇格なんて到底難しいなっていうのは正直感じました。もうジョイフルさんの攻撃は多分関東リーグ1位だと思うんですよ、うん、で前者の予選は決勝は雨が降って我々にとって非常に戦いやすくなっただけで、今日はもう絶対厳しいぞってずっと1週間言い続けてやってきたので、それはだからしっかり守ってもう少し攻撃で攻めなきゃやられるよっていうふうに伝えてたんだけど、案の定それはまあ選手たちも感じてもらえたんじゃないかなと。次にやるときは非常にこう、いいその経験になったかなと。ですというわけでですね、ちょっと先の私から、コメント出ていただいた方は、ジョイフルはフォワード得点ゴールを決めた川島瑞希選手、浦安の方は、最初にまたゴール2点目のゴールを決めた菊島、背番号15番の菊島選手、そして3人目が富塚選手、この2試合連続ゴールを決めてね、あの開幕した頃ちょっと実は怪我でずっとベンチ外だったんですけどね、富塚選手がスタメンになってから、うん、この勝ち星がずっと続いてるっていうのが浦安の状況で、徐々に浦安はこう順位をぐんぐん上げてって、はい、結果を出すっていうのがこの頃でした。6、7月の頭ですけどね、この試合はね、どうでしょう、このジョイフル対
浦安っていう、あの浦安の選手、うん、監督がどんどん色が黒くなってくる色が黒くなってくる、ね、はい、夏っていう、はい、シーズン開幕した当初に、うん、サボと一緒に練習取材行ったことあった感じ、うん、はい、あの時から富塚選手あの時別メニューでやってました。そうでしたね、あの頃の肌の色とは全く違うそうですね、はい、僕は小松幸監督のあのほとばしるおしゃべりが好きだな。ああ、そうです、もうサッカーなんしかしたくてしょうがないっていうか、思いついたことを頭の中、きっと試合中ああいう状況が小松監督の脳の中に出てるんだと思うんですよ、うん、言語化されてく、映像化されてる、それがね、参謀長がマイクを上げた瞬間ズバッって出てくるところ、すごい魅力的な方ですよ。すごいサッカー愛を感じますね、うん、僕はね、あと本当に、ね、ジョイフル本田筑波のね、小松監督はどういうゲームだったかということを言語化するっていう意味でも本当に関東チームの中でも上位クラスっていうか、実はインタビュー動画すごく長いんですけど、もう本当短く編集しましたよ。もっとたくさん喋ってるんですよ実は。魅力的な、実は何が言いたいかというと、ジョイフルは本当は決して弱くありません。本当強いチームなんですけど、この注意に、このまだ残留決めなきゃいけないみたいなところに、いかに関東一部リーグが本当にレベルがね、拮抗してる、拮抗してるかということをね、はい、強敵ばかりですよ、東京23からしたってね。思うでしょ、これ。どのチームとやっても関東一部に生き残るの大変だもん。本当大変ですよね、うん、って思いますよね。でも津波さんも守備をベースにってずっと言ってますけど、うん、ね、それがやっぱりこうその後を見ると花開いていくというかね、うん、そのチームが出来上がっていくのがよく分かりますね。そうですね、こうやってこう毎節ごとのこうゲームをな、うん、こう全体で見るとチームの成長っていうのも定点観測で見れて分かりやすいから、結果が出てきてると余計にね。あと両チームの監督とも常にこうチームの成長をこうなんていうの感じながらね、いろいろしてるっていうのは喋りの中でも出てきてるんでね。というわけでですね、うん、ちょっと浦安のホームゲーム2試合で見ましたが、ここでですね、同じ日7月6日にですね、栃木シティ対ボンズというまた大一番が同日同じ日に裏カードでビッグマッチがあったんですね。栃木シティこの特番初めて出ますけど、栃木ホームのゲーム見ましょう。こちらのラテルさんが取材に行ってもらって、あ、それ、はい、見ましょう。ちょっとね、位置関係も書いてみましたよ、うん、関東地方の。これ大事ですね、本当に。栃木市総合運動公園。はい、栃木市です。これ宇都宮よりちょっと手前ですね、東京から。栃木のマスコットですね、はい、今の。結構賑やかにやってるんですか。賑やかですね、はい。で、これはなんか浴衣の人と入ってて、で、栃木シティがこの日はね、緑色なんですよ。なんかパクチー、あ、去年のシーズン最終戦の時のパクチーイベントユニフォームと同じやつですかね。やっぱ緑を食ってやろうみたいな感じどうなんですかね、温泉に当ててきたんですかね、うん、ちょっとそれは分かんないんですけどね。まあこの試合、ね、まあね、栃木シティはね、うん、去年あの強さで優勝したチームがこの時点です、うん、この多分7月3日時で3位だったと思うんで、直接ボンズを叩かなければっていうことをしょっちゅう岸野監督もおっしゃってたんで、どうだったんだろうって。私まあすごく緊張感のあるね、ガチガチのゲームでしょ、試合になりましたね。ただここでね、これがもう得点シーンなんですけど、前半の早い段階これを打っちゃう、うお、すごい、でこれが入っちゃうんだ、あ、すごい、これが入って、これが決勝点なんですよ。でこれは二瓶選手なんですけど、まあ、かなり思い切った、このあとスロー出ますけど、うん、ここでキーパー見て打ってくると思ってないんですよ。そうだよね、だから一瞬逆に行っちゃってるんですね。だからそんなにコースえぐいコース行ってないんですけど、キーパー逆に取られちゃってて、いや、これはなんかその前のスローインもバウンドさせててちょっと変化つけてる、ね、そうなんです。でもうこれ多分狙ってるんですよ、うん、でこれが甘いな。だからこの辺の攻撃は、うん、これね、これもこれまだ前半ですよね。前半で、前半です。これが、これは誰だ、あ、赤帽で言います、言いますでこれまた二瓶選手、これね、また打つんですよ。
もうこれはもう狙ってるんですよ。もう狙ってますね、はい、やっぱりややね寄せが甘い栃木シティの、そうですね、はい、プラビオ監督のスカウティングがビシッとはまってるっていう証拠ですね、はい、栃木シティはこのルカン選手そしてレオジーニョ選手、この2人のブラジル人、ね、この前節かな、うん、あのこの東京23の試合の次の試合だと思うんですけど、そうですそうです、この東京23の試合からブラジル人を2トップに据えてね、うん、また打った、また同じような形、本当にいい選手、これで3本目ですよ。いや、ボンズにはレナチーニョいますけど、いや栃木のレオジーニョもね、まあ、なかなかスピードテクニックがありますからす、ね、ものすごい選手ですよ。ていうかカントリーグじゃちょっと反則ですよ。レオジーニョも前の試合でボロボロにされたんだけど、これ前半終了です、はい、前節の東京23で2ゴール決めてますからね。なんかゴール以外にもね、すごい散々やられたですよね。で後半はね、このレオジーニョ、そしてルカン、なんとか追いつこうと、うん、猛攻を仕掛けるんですよね。あの開幕の時のさ、関東リーグのなんかこうイベントやったじゃないですか、はい、あの時、栃木シティがこんなに苦戦すると思わなかったね。そうなんですよ、うん、監督がすでに変わってますから、はい、開幕の時の監督が変わって岸の監督になってますから、うん、いやこれすごいですよ。ルカン選手もやっぱすごい力強い、あの体強いんで、うん、なかなか倒れないし、画面ちょいちょい出てる赤い帽子の方が岸の監督ですよ。私赤帽なんて呼び捨てにしてる感がありますけど、うん、あの愛を込めて呼んでますよ。赤帽っていうね。うまいっすよ。あれをチーニョ、うまいっすね、マジで。うまいっすよ。もうね、いや、あの僕個人的にね、ブラジル人大好きなんで、しかもブラジル人の中にも僕の好きなプレーのタイプがある中のレオチーニョのね、入ってる。かかと使ったキックフェイントとか最高に好きなんですよ、レオチーニョ見てると。お前わかるわ、俺お前のサッカー小僧みたいな。こんな感じでボンズもね、こう時折攻める。うん、ボンズもね、引いてるんですよ、実は。でここでレオジーニョ、またこれをスパーンと前に、いや、いいボール、いいでしょ、いいね、好きでしょ、レオジーニョ見てる。で、もう市原はね、ボンズは1点取って逃げ切る感じ、もう後半の途中ぐらいからもう引いて、もうそんなリスクを犯さないで守ろうとしてましたね。すごい堅実ですよね、今年のボンズはね。ボンズの市原のレオチーニョもちゃんと戻ってきてますもんね、ディフェンスにね。結構ね、やっぱりこう集中力すごい高いんですよ、ここって寄せも早いし、ボンズの選手の方が。もう一サッカーファンとしてコメントしますけど、うん、豪華だな、このスピッチの選手たちと思うね、山岸選手いてさ、もうボンズもシティも、あれでしょ、もう、サッカーの質問、ね、プロリーグに所属してる選手、何人いるのみたいな。こうやってね、時折ボンズ攻めるとゴール、シュートまで行く感じなので、うん、あこれ、誰蹴るんですか。これはね、あの高橋選手、ね、大ベテラン高橋選手、セットプレーって言えば高橋選手、レオがまたうちの仕掛けるよ、持て仕掛けて、ちょっと強引、うん、若い時の復帰って感じ、ね、そうなんですよ。枠行かせないような行かせない、やっぱりこう寄せが、いやこれもね、頂上対決ですよ、関東一部のっていうか日本全国中の地域リーグのもう頂上対決だと思いますよ。ボンズとシティっていうこの、いやね、本当にこうずっと栃木は押し込んでるんですけれども、やっぱどうしても入る。でやっぱりこうボンズの選手がもうがっつり、うん、もう人数かけて守っちゃってるんですよね。いわゆるシックスポイントマッチですから、うん、これボンズに勝たれたら本当にもう逆転優勝無理だっていうぐらいね、うん、いや確かこの時点で勝ち点差6差だったはずなんですよ、うん、で勝てば3に縮められるって岸野さんが前節の23の試合の後、僕とちょっとお話した時に、次だよ次っつってた試合に負けちゃうんでしょ、うん、このゲームね。そうです。だから9開いちゃうっていうことはもう本当に、いやね、この辺もごちゃごちゃするんですけど、あんなにいるんですよ、ペナの中に。あのね、白がどなたかが僕に教えてくれたんですよ、うん、大の大人がペナルティエリアに10人入ってるら、ね、それはゴールって入んねえよって誰か言って
誰とか偉大なサッカー人が僕に教えてくれました。でこれも時間稼ぎするんですけど、うん、ここもね、この後もね、こう行くんですよ、ガッと行って、このこだわりドーンと、レオジーニョ、レオジーニョですね、今ね、もう遠くに蹴る、あ、終わった、まだです、まだです、まだです、これで、ごめんなさい、これが最後のところで、これで終わるんですけれども、もうガッツポーズ、でなジーニョが、いやー、死闘ですね、これは。これは得点差以上の試合の内容だったね。はい、で、インタビューですね。いやー、でもまあ、インタビュー聞きますか、はい。そうですね、前期最後の試合ということで、ここで勝つ か、負けるかで、僕らの首位も変わってくると思うし、後期につなげるためには必ずやっぱ勝たないといけないゲームだったんで、いやでも本当にみんなの頑張りと後押しのおかげで、勝つことができました。まあ、もちろん、流れが良くないっていうことも選手たちでやっぱ自覚してたし、ただ別にそこから落ちるんではなくて、そこからどう変えていこう、やっぱりどれだけいい方向に、全員が同じ方向に向いていくために、やっぱ選手のみのミーティングをやっぱ何度も何度もやって、やっぱその結果、やっぱり一つにまとまることがやっぱできたし、今日も全員で勝つことができたから。決してやっぱ流れが悪いってことに対してはやっぱネガティブにはなってないんで、でもまあ、自分の一つの武器としてやっぱミドルシュートっていうのはやっぱ持ってたし、やっぱそういう武器っていうのはやっぱどんどん出していかないとやっぱいけないと思いましたし、やっぱ打たないと入らないんで、どんどん打っていこうっていう、もう思い切って、うん、本当に思い切って打って、はい、多分原選手も予想してないっていうか、ちょっと予想できてない、距離からまさか打ってくるとはという感じ、タイミングも含めてだったと思うので、本当にこう見てる人たちもびっくりしたと思うんですけど、本当にまあ爽快な、決めた後は多分爽快だったと思うんですけど、あれもやっぱ日頃からのやっぱ仲の良さっていうのは、まあ、もしかしたらやっぱこのチームの一番のやっぱ武器かもしれないし、うん、いいとこも悪いとこも、うん、やっぱいつでも言い合えるやっぱ関係性っていうのはやっぱすごい大事だと思うので、うん、いや、雰囲気はやっぱりすごいいいと思います、うん、やっぱ昇格したいっていう気持ちはやっぱ出てる選手、出てない選手全員がやっぱ思うことがやっぱできてるっていうのが一番だと思います、うん、あでも僕もそんななんかずっとスタメンで出てたわけじゃないから、うん、まあ、今日もまあ久々のスタメンだったんですけど、やっぱ流れが悪い中からのこの一戦で、うん、この試合のためにこの試合までに積み上げてきたっていう、やっぱその話し合いだったりとか、そういう部分で、まあ、そのやっぱ成果がやっぱ今日の試合ってすごい出たと思うんですよ。全員で走り切る、やっぱ守り切る、本当に一つになってた感じが、まあ、僕らもそうですし見てる人たちも絶対感じたと思うから、もちろんまあ楽な試合なんて、一試合もないんですけど、うん、そうですね、はい、まあ、やってる、まあ、僕がスタメン出てる方とかじゃなくて、うん、今日の試合はすごい、うん、一体感のある、うん、まあ、勝つために来たし、それは、うん、nós viemos aqui para ganhar、うん、e aconteceu mais uma vitória do Monte de Ram、 勝つために来たし、まあ、一勝を信じてきたので、うん、まあ、予想してた範囲の結果でした、うんうん、Olha, eu, principalmente o meio campo, né? Noda, Noda, Tsubasa, Mie Tsubasa, Renatinho, Yamagishi, são jogadores já experientes, né? E dão suporte pra gente, né? Akiba, né? Sim, muitas vezes eu fui como torcedor.それは行ったことあります。Isso quando eu tinha 10 anos de idade. まあ、実際とか、それぐらいだった。Quando eu fui no estádio como torcedor, eu fui ver os jogos, às vezes, para ver. Às vezes eu ia jogar contra o time, né? Então eu ia ver antes o jogo. まあ、試合始まる前に、小さい時は、よく試合前に練習するじゃないですか。それを見に行ってたりもしたし。Eu já, que nem eu fui campeão no Vasco.Com 120 mil pessoas no Maracanã. Maracanã, o Vasco foi campeão naquele time, o estádio também foi. 120 mil pessoas. E agora tem a final, né?
Até o fim desta partida, eu não esboço, entendeu? Não grito nem nada. Eu assisto o jogo, meu irmão. Sim, eu conheço muita gente que é dentista, que é engenheiro, que é médico, que se você vê ele na arquibancada, ele se transforma, né? Os ingleses levaram o futebol para lá, né, para o Brasil. E desde então, o brasileiro gostou desse esporte. Então, vamos dizer assim, quando nasce um filho, a primeira coisa que o pai dá é uma bola. フラビオ監督もサッカーボールを最初にプレゼントしました。Sim, meu pai me deu uma bola. Eu sei, ele me falou, era que ele me deu uma bola, o distintivo do Santos Futebol Clube, que era o time que ele torcia também. ちょっとそこはまあ後半ちょっと変えて、まあ、けど相手も1点守るつもりで引いてきましたから、そうですね、まあ、これはサッカーの試合よくあることなんで、まあ、それをこじ開けないと、と思いましたね。だから、惜しかったとかなんとかかんとか言うつもりも一切ないし、ボンズの方が強かったと、まあ、そういうことだと思いますね。まだまだ僕らはやっぱああやって体入れてこう何ていうんですか、相撲取りに来るやつに結構手こずってたりとか、そういうことも、まあ、まだまだやっぱりこう幼いっていうか、のもすごいあったと思うし、やっぱヘディング勝ったとしてもちゃんと味方のとこ行けてるのかとか、取ったボールをワンタッチで前に入れられるかとかっていうのは、そういうのまだまだ全然低いんで、まあ、だから固める時間を与えてるみたいな、そんなも結構あるかなと思いますよね。だからまあ、モチベーションがなんとかかんとかって言いますけど、そんなのは自分で作るものであって、人から与えられるじゃなくて、自分で大事にしてるサッカーを丁寧に扱うっていう、そこかなと思いますけどね。まあ、それは全然まあ、心配はしてないですし、もしそういう素振りっていうか状況が見えたら、それは僕は結構得意なんで、そこはもうもっと変えますよ。まあ、あとはそれを結果に、まあ、結びつけるのが僕の仕事なんで、そこはちょっと結果出せるように、まあ、毎試合、まあ、もう今度また数試合ありますから、日曜日に、もうそれ、まあ、前回その下から上がってきたチームに引き分けて、まあ、いわば歯車がちょっとずつ狂ってきたっていうのが事実なんで、もうそれをやっぱりもう残りの9試合に関して、まあ、1試合ずつですけど、まあ、おそらく引いてくる相手だと思うんで、それをちゃんとこじ開けて、ちゃんと勝つ、はい、まあ、勝ってないんで、面白い話はなかなかできないですけど、はい、浮いた話は、ま、勝ったとき、まあ、自分たちがね、JFL 昇格を勝ち取ったら、そうですね、僕はスタジオ行って、大騒ぎしますから、はい、それをお願いします。楽しみにしてます。はい、そうです、それでいけるようにします。以上でございました。面白いドキドキインタビュー、ドキドキじゃ、やっと最後ちょっといいですね、ボンズとね、ボンズとシティの試合のレポート動画、本当面白かった。これ負けた方の監督にインタビューするのって大変だよね。その人によりますよ、ただまあ岸野さんは、今までも何度もインタビューしたことがあるのでいけるんですけど、でもやっぱこの日は怖かったです。はい、近寄りがたい雰囲気あるでしょ。だからもう試合前からお願いしますって言っとくんです。勝っても負けてもね、お願いしますねみたいな言っとかないとね。いやでも示唆に富んだ話がたくさんあったと思うので、まあ、長く掘り起こしてたら時間を押しちゃうんであれなんで、面白いですね。うまくいかないのもまた魅力だね、本当に。まあ、ここまで4試合ダダダッと見ましたが、まあ、とにかく栃木シティというのはですね、
まあ、前者の予選は勝ち抜いてまして鹿児島は出場しますが、うん、もう本当だったらリーグ優勝してチャンピオンズリーグ出なきゃいけないんだっていうのがもう3月からずっと木野さん筆頭に皆さん言ってることですけど、もうこのままいくと、うん、この8月2日終了時点で勝ち点10差ですから、これはかなりもうひっくり返すのはですね、そうですね、残り6試合ですから、残り6試合で勝ち点10っていうのは、ね、実は現実的には厳しいので、うん、もう2位狙いかなと思います、うん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 、で2位になるとですね、栃木シティ100年構想クラブでありました。栃木シティだけが唯一100年構想ルールというあの前者枠の出場権とはまた別 の、 あのいろんなレギュレーションがありまして、詳しくはあの週明けイレブンの月曜日放送の前者特集前編後編見ていただければいいんですけど、現実的にはもう栃木シティは2位にならなきゃ、2位を狙わなきゃなと。で3位以上じゃなければ当然ダメなので、うんうん、チャンピオンズリーグに出場するのも、まあ、詳しくはもう全部全社特集見てくださいなんで、だからいかにボンズ戦の敗戦があの致命的だったかっていうのはあの前期の第9節にして、うん、はい、あとは下からじわじわとブリオベッカーが追いかけてきてるっていうね状況ですから、はい、あとユナイテッドも当然あの引き離しにかかってきますし、はい、熾烈ですこの関東一部の上位5チームあたりは、はい、そこにこう龍慶がいるってところがすごいですよね、本当だね、本当すごいですよね、あのジョイフルよりも龍慶の方が上にいるっていうね。ブラジルさん、なんかコメントなければもう行きます。いや、あの、ま、満喫してます。次じゃあここからはですね、浦安ブルーベック浦安絡みの3試合を続けてどんどんどんといきますが、この龍慶ですね、この特集でやっと出ます、うん、龍慶大 FC 対浦安のホームゲームいきましょう、うん、どうぞ。これです、全員大学生、現役の大学生である琉球大学士、白いユニフォームが琉球でございます、うん、ブレイベッカはこのゲームまでが3施設連続のホームゲームでした、うん、この時点で公式戦もブレイベッカは多分 5,6 試合ずっと勝ってます、連勝中で。さあどんなゲームだったかというと、というですね、おお、あ、入んない。これでも結構龍慶のサッカー好きなんだよね、うん、すごくこうきちんとしてるというか、この日の先発のフォワードがですね、背番号2番の上田選手というですね、もともとはサイドバックの選手として登録してた、フォワードにコンバートされてこの日は先発起用されたというね。まあ、ざっくり言うとですね、引いてしっかり引いてじっくり守ってカウンター中心の龍慶対この、うん、まあ、ポゼッション高い位置で回して、おお、ナイスキー。今の右サイドの富塚選手のね、毎度おなじみ右サイド、攻撃的右サイドバックの富塚選手からのクロス、これ続いてるんですよ、うん、これで中央の2番おしゃれ、もう点と点を合わせるね、これで2番の上田選手のゴールで先制と。これが前半の36分ですね、うん、連勝中の浦安、これでぐいぐいっとね、あのこの4位5位の龍慶対浦安っていうある種直接対決なんですよね、うん、ここもね6ポイントに、うん、さあここでちょっと不用意なファールを犯してしまって、これが前半の45分です、ゴールシーンです。おお、すごい、よく前に入った。ゴールを決めたのは堀選手ですね、背番号23番値千金の同点ゴール、初々しいな。実は龍慶前半のシュート数2本ですのうちの1本です。今のがいかにずっと守ってたかっていうね、ただ2本で1点取ってるっていうね、ただここまでの好調、浦安のこの上り上昇を考えるとですね、まあまあ、うん、後半で巻き返せるんじゃないかなと思うじゃないですか。あ、
サービスカットです。本当だ、珍しい。ベガヒコと、チアのダンスの。踊りうまいね、ダンスね。このね、ちゃんと合ってるんですか、合ってる、ね。ベガヒコのこの身体能力の高さは毎試合僕はね、惚れるんですけど、すげえ高いジャンプするんですよ、踊りながら。注目ですよ、皆さんね、試合以外でも魅力はあります、いろんなところに、はい、じゃあ後半開始ということで、まあ、言いかけましたが、この浦安がこの後もう一回スイッチ入れ始めて追加点取るんじゃないかななんて思ってたんですが、あれおやおやどうしてと、現役大学生本当に粘り強く守ってね、いわゆるカテナチオってやつですね、もう全然ゴール割らせねえぞみたいなね、でまた鋭いカウンターが決まるんですよ、琉慶も。さあここからさあこれがいわゆる小島たつきドリブルってやつですね、もう速いっす。ここで、そして上田選手のシュート、まあ前から追いかけてプレスをかけて取って、このねハーフカウンターってやつですから、面白い。守備が整ってない時のやっぱり典型的な攻撃アタックですけど、ゴールシュートは入らないというですね、もう圧倒的に攻めてるんですよ。これも小島たつき選手からの溜めてクロスと、いいゴールだ、ナイスキー。ああでもさあ中央で待ってますよ上田選手みたいな、来ないみたいな、富塚選手打つ外からドーンみたいな、もうこれもおしゃれ、今のは菊島選手のワンタッチプレーから、いや、竹中選手ね、これ途中交代入ってる竹中選手のシュートも枠外でしたと。もうこれ決定機何度もあったんですけどね、入んない時って入んないねって、本当に浦安が猛攻してるんだけどね。さあこれももう多分後半終了間際のラストプレーに近いです、うん、こんだけ押してて結局1-1、勝ち点1ずつ、負けたのか、痛み分けみたいな感じね。これ琉慶にしたらしてやったり、うん、もうしてやったりですね。じゃあ試合後、上田選手、フォワードの上田選手と津波監督のコメントを聞いてください。そうですね、前半相手の方入り方っていうのが悪くて、自分たちもこれいけるなっていうところで何回もいいボールが来たんですけど、自分自身も外れてしてしまって、まあそこで1個ものにできたっていうのは自分の中で収穫なんですけど、また次2点目3点目が奪えないっていうところが自分の甘さでもありますし、それでチームも勝てなかったので、まあそこは自分の反省点として、まあ、チームとしても最後また点を取りに行こうという気持ちはあったんですけど、相手の守備にすごく手こずって攻めに出ることができなかったっていうのは、これをもう一回グラウンドに持ち帰って自分たちで修正していけたらなと思います。自分の中でディフェンス面での課題も多くて、そこでの課題を克服するっていうのも自分の中では考えてたんですけど、やっぱ自分がピッチで結果を出す上で、この自分の運動量だったり、その泥臭くっていうのを前線で発揮できれば、またチームに還元できるかなっていうのであって、自分から津波さんに直談判しに行ったんですけど、それで自分の中で結果が出なかったっていうのがすごく、まあ、津波さんでもそうですし、こうチームに迷惑かけてたので、まあ、点を取れたっていうことと、自分の中でその走ることだったり泥臭くっていうのは続けてきたことで、こう今のポジションを得ていると思うので、これはまあシーズン通してもそうですし、これからずっと続けていければなと。この2点目を前半のいい流れで取れなかったっていうのは、何かチームの中の感じた問題点あったの？そうですね、まあ、点取った後っていうのはいつもだったらこう前へ前へっていうプレーが増えてたんですけど、ちょっと自分たち構えてしまったかなっていうのがあって、そこで2点目というより0で終わろうっていう考えがやっぱりちょっとあの失点にはつながったと思いますし、うん、あそこでもう1点っていう気持ちに全員がならなかったっていうのがやっぱり失点の原因かなと思います。ですけれども、なかなか相手も硬いチームで、まあ、当初から硬い試合になるのかなと予想してたんですけれども、非常に難しい試合で、引き分けに終わりました。ただこちらが隙を見せたら負けということも考えられたゲームだったと思うので、まあ、選手たちは本当に、よく戦ってくれたかなというふうに思います。まあ、前半のちょっと無駄なファール、
フリーキック与えちょっとキーパーのミスもあり、無駄な失点をしてしまったのは反省ですが、まあ、試合としては頑張ってくれたかな、まあ、引いた相手に対してもう少し効果的な崩しができるようにしていかないと、来節の東京23FC もそういう戦い方をしてますので、まだ1週間でレベルアップをしていきたいというふうに思っています。サイドからクロスを入れていくという形はもうずっと練習していて、今日も効果的に出したいなというふうに狙っていて、まあ、何度かあったのを上田が外していたので、早く決めんかいと思ってましたらやっと決めてくれて、多分チャンスは10点ぐらい今まであるので、本来であれば得点をレベルのペースがやっと1点で、ただサレと1点ですから、これからドワドワドワとメチャップが出てくれればいいなというふうに思います。時に調子がいいチームというのは慢心が起きるということをミーティングでも話していて、やっぱり試合の入りも良かったしチャンスメイクもいい形でできてましたけど、ディフェンダーがあの場面じゃなくて何回か早めにポジション取ってれば何も問題起きないところでグラウンドでボールをバウンドさせるシーンが3回あったんですね。それディフェンスが絶対やっちゃいけないことで、まあ、それはもうハーフタイムに劣化のことを言い換って、隙があるんだということを伝えました。それは反省した方がいいと思います。まあ、竹中選手を交代枠で最初入れ始めたり、津波監督が後半で修正したかって一番のポイントっていうのはどこでしょうか。前半セカンドボールも取れてうまくサイドに散らしながら相手のディフェンスの背後を狙っていく形からリズム取れましたけど、少しそこにセカンドボール その回収とかに相手が力入れてきて、なかなかこちらの運動量も上がらず、ボールがスムーズにサイドに出ていかないっていう状況の中で、まあ、上田が一生懸命走ってくれるんですけど、そこにスムーズにボールが流れていかないならば、上田が悪いわけじゃないんですけど、まあ、ためを作って中央で、まあ、サイドから斜めのボールを入れてためを作って展開という形に変えようかなというふうな狙いで竹中選手をまあ入れました。から一発もあるんで、押し込めさえすればペナルティエリアの中で1点取って 2-1 というプランだったんですけど、なかなかそういう形がちょっと多くて、やっぱりちょっとボランチが疲れてくると少しフォワードとで竹中が少し前に張る癖があって、ちょっとずっと間延びしちゃうんですね。そこはもったいないなっていう感じですよね。もう少しこう後ろの方で集まるなら集まる、その辺が一つ課題かなと思います。たまに悪い時はそういうふうになるケースがあるので。というわけで1-1ドローで終わった、これは後期の第一節です。つまり前期と同じカードで、前期の浦安対琉球も2-2のドローゲームだったので、はい、すごいですね、現役の大学生 ね絶好調浦安相手にね、2試合とも引き分けていくわけですからね。なんかね、琉球ってやった時にね思ったんだけど、まあ、前半はなんとなく分かるんだけど後半疲れないんだよあいつら、ね、でさらに動きがこう増えていくからね、あれ捕まえるの大変ですよね。なかなかこの現役の大学生のチームがいる、しかも弱くないというか強いっていうね、琉球大の一軍といいましょうか、関東大学サッカーリーグに当然もちろん超主力選手います、J リーガーボコボコ出てる、琉球大サッカー部ですけど、この関東一部に来てる選手たちももう伸びしろが、ね、2、3年生がこれからぐいぐい伸びていくっていうね、それが大人たちね、20代後半のね、30前後の選手たちのこの社会人リーグの中で揉まれて成長していくっていうね、なんと素晴らしいリーグな、いい環境だよね、本当ね、まあ、それをちょっと伝えたくて、まあ、特集の中に入れてみました。で、立て続けに翌節ですね、津波監督もおっしゃってましたが、はい、次の東京23では同じ失敗はしたくないぞって言ってました、江戸川クラシコってやつが、もう翌週のですね、はい、第2節は7月の20ですね、7月の20日の土曜日、この試合、今の琉球戦が7月15日の月曜日祝日だったんですけど、すぐ土曜日、6日後、見ましょう。こちらは実況隊のパラグエさんによって作っていただいた動画で、ブラジルさん中心に喋っていただければ。 ありがとうございます。江戸川クラシコね、浦安と5つもこうやってるんですけどね、もうだんだんお客さん入るようになってきて、この日江戸川区長がね遊びに来てくれて、そのうち浦安市の区長と一緒にね何か対決してもらおうかなとか思ってるんですけどね。隣町白いユニが23です、23ですね、はい、青のユニフォームが浦安、江戸川陸上、はい、ね、江戸川、ラ・江戸川ですね。
まあ、あの江戸川クラシコは圧倒的に23の方が勝ち星が多くて、うん、そうですか、通算成績、うん、そうそう、むしろ浦安さんはね、あのちょっと苦手な雰囲気も出てたんですけど、この日はちょっと違いましたね。まあこの6、7月のブルーベック浦安の好調ぶりっていうのは健在だったんじゃないですか、うんうん、おお、土屋選手先発、おバウルさん先発だったんですね、背、うん、番号17番土屋幸男選手、これ飯島じゃないかな、ヒデフリー、あ、ゾウリーですね、瀬川大樹ですね、青学のキャプテンもと、うん、さあ竹中選手のフリーキックかな、菊島選手、竹島ずらして、あ、高中選手って必ずあの下のパンツまくし上げて何だろうね、短パンにするんですよ夏は。あ、そうなんだ、はい、これはカウンターですか、あ、もう前半終了、はい、0-0 だったんですね、はい、暑かったでしょこの気温、暑かったです ね蒸し暑かったでしょこの日も。最近地元のヒップホップのダンサーがね、こうやって子供たちが踊ってくれてね、雰囲気がまた随分変わってきました。あ、夜になりました。そうそう、ナイトグリーン。さあ、夕暮れ。いいですよ、夕暮れナイトグリーン。いいですね。高いですね、ドリブルのナイトは、ね。さあ、これは小島たつきドリブルじゃないですか、もしかして。やはり。そうですよね。あの、僕もうフォーム見ただけでわかります。あれは絶対小島たつき選手だ。どうでした、これ一進一退ですか。いや、うん、でも結構守ってた時間なんで、ね、やっぱり浦安がゲーム握ってるかなって感じでした、うん、お、竹中選手高い、いつものパターンですねこれ。これ多分ね、誰かに当たって、まあ、当たってますけど、でもね、ファーのヘディングで折り返して真ん中で詰めてるっていうのはこのパターンですからね、やられましたか。まあ浦安喜んでたよこれ、後半45+1、そこら辺でしょ、またもうあっという間に、あ、これだね、うん、あ、そうか、なんとかね、同点で追いつきたい23点展開だったんでしょうが、もう、またスルーパス、また、まあ、その前にあの相当前がかりになってて、後ろ人数足りてない状況で、浦安はやっぱそれをちゃんと見てましたし、まあ2点目はしょうがないですね、2失点目はね、あれはね、まあ1503人地元の人来てくれたからね、ちょっと喜んで帰るしてあげたかったんだけどね、残念でしたね。1500人入ったらもう満杯じゃないですか。じゃあこれ試合後はどなたかインタビューありますか。 あると思います、はい、これホームチームだけかな、監督ですね、おそらく吉田正樹監督、あ、吉田監督ですね、はい、ブリオベッカ浦安の共に勝利ですね、はい、試合終了後の吉田正樹監督にお越しいただきました。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした、はい、津波さんなんか機嫌良かったっすね。そうです、まあ、やっぱり勝ってるんで。そうです、今日の90分、こう監督として振り返るとどんな1試合だったでしょうか。そうですね、まあ、本当まあ単純にこう負けてしまって悔しいっていうのと、まあ、申し訳ないっていう、まあ、気持ちがすごい強いですね、うん。あのブリオベッカさん想定してたのと、こう例えば23がそれに対する準備というのは大体こう想定通りだったんですか。そうですね、まあ、ちょっとメンバー変わってたんで、まあ、多少まあ違うところはあったんですけど、まあ、でもそこはまあ想定内というか、まあ、全然そこまで問題ではなかったかなって思ってます。前半 0-0 で折り返しました。あの前半の部分をこうまとめると印象はどうだったんでしょうか。そうですね、でもやっぱりこう自分たちがやっぱやりたいことがまだちょっと前半は全然できなかったんで、まあ、後半の入りのところでしっかりこういつもやってることをやっていこうっていうので入ったら、まあその流れはまあちょっと多少良くなったのかなって思ったんですけど、そうですね、まあ、でも結果的にちょっとやられちゃったんで、まあ、まだまだもっとこれからそう突き詰めていかないといけないなっていうのはすごいありますね。はい、あとあの今日1500人超える方が、ね、来ていただきまして、あの来てくださった方にぜひ、ね、コメントください。そうですね、やっぱりこんなに多くの方がその有料試合にも来てくれたっていうのはまあすごい嬉しいことなんですけど、やっぱりこう喜んでそう帰ってもらえなかったというか、笑ってそう返せなかったのはすごい申し訳ないなという気持ちなので、また次やるときはしっかりこう笑顔でみんなが帰れるように
頑張っていくんで、また応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。吉田正樹監督でした。というわけで、ありがとうございました。津波監督と吉田正樹さんは、あ、監督ですけど、選手時代、吉田選手時代、その指導者が津波さんでしたから、指定対決でね、勝ちたかったって言ってたね。それはそうですよね。でもね、あのこの江戸川クラシコはね、僕やっぱ関東リーグがちゃんとやれば、ちゃんとみんなにこうアピールすれば、うんうん、お客さんが来るっていうね、うん、あのなんて見本に なんてケースになると思うんですよ、江戸川クラシコが。だからあの津波さんのね、あのトークもいいし、あの筑波の小松監督のトークもいいけど、あのもっともっと知ってもらったらね、多分もっともっとお客さんが入って、そうですね、でお客さん入ったらもっともっと選手もっと上手くなると思うんですよ ね、 そうですね、うん、だからあのサッカーには負けましたけど、そういう可能性を見せてくれた、まあ、チームには、まあ、ファンとして感謝かなってなるんですよね。いや、ブラジルさんの気持ちはよくわかりますし、うん、もう格言を一つ勝ち負けだけがサッカーではありません。そうです。でも本当は勝ちたいけどね、ホームゲームの楽しさも含めてサッカーですから、そういう雰囲気をね、うん、あのいいんじゃないですか、浦安と東京23さん中心になってどんどん盛り上げても、あのベイエリアを、オラガ町のチーム応援しようみたいなね、うん、文化を盛り上げてほしいなと思いますが、これからもね、そうそうそう、はい、というわけでですね、いよいよこの特集の最後の7試合目です、うん、これが前期3節、つい1週間前に行われた7月29日か28日、うん、浦安ホームゲームの相手が東京ユナイテッドというです ね、この時点で、まああのまあ、順位的には2位、ブリオベッカー再三言いましたけど全社出場を決めてますけど3位以上にならなきゃいけないので、こういう上位陣の時に間を詰めなきゃいけない、でも相手は強いのは分かっているというね。しかも東京ユナイテッドがこのボンズに勝ったユナイテッドがですね、このまた浦安戦でこのしぶとく、このやっぱチームは今年は本物かなって思わせるようなものをたくさん見れましたので、うん、本日の特集のラストゲーム7月28日後期3節、浦安ホームの相手が東京ユナイテッド、ベカヒコがいつも踊っている浦安陸上で、ものすごいいい試合でした。この試合ベカヒコ君熱中症で倒れないといいね。しかもものすごい蒸し暑かったんです、この日。梅雨明けかな、もう湿度が 80% 超えてたと思いますけど。さあ前半キックオフ、黄色いユニフォーム、ちょっとね、うん、もう夕暮れですか、いや午後4時キックオフなんですけど、全然日が高くて、そうですね、西日がひど強くて、うん、カメラ右に振るとですね、空気がもやってます。もう湿度と気はこっちの、もうこっちにまあ日が沈もうとしてるんですけど、まだカンカン照りなんですよ。その中をこの社会人の選手はよく走るなっていうぐらいね。さあもうこの6、7月のレースのね、好調レースの特徴も、右のサイドバックの攻撃参加からのクロスっていうのは一つの形になってきたなっていう感じで、ああ強い。しかしですね、このユナイテッドはスプリント能力の高い、コンパクトに守り、ボール取った後のあのアタッカー陣中心としたね、攻撃参加ももう躍動感があって、たまらずファールって感じですね。ちょっと枠外でしたけど、しかしよくあれだね、走れるようにトレーニングしてますね。そうですね、うん、みんなユナイテッドの選手だって月金は日中働いてるんですよ、うん、多分夜練ですよね、はい、時間も制限されてるはずですしね。まあ、あの背番号16番の、ね、あのーうん、佐々木力選手、中心に本当に、あ、面白いなんです。見てる方たまんないね、ペナルティエリア近くでボールが行ったり来たりして。
いや、好調の2チーム同士だけあってですね、もう1対1の競り合いとかが激しいです。ユナイテッドのゴールキーパー大石選手、思わず、接触プレーでいたんで、もうこの間も試合止まった瞬間全員水飲みますから、新気楼が、あのディズニーランド方面に新気楼が立つぐらいの湿度は、画面も揺れてたね、今ね、新気楼でね、素晴らしいですよ。なんかいやー、おー、ナイスキー。今の左でさ、中のスペース作ってすごいね。あのサイドバックが、全速力で上がってダミーになって、もうそれをまた中央のドブリに、右のアウトでパス出すっていうのがね、この子早いのこの26番の室崎選手かな、フォワード、はいはい、早いんですよ。スイッチ入れた瞬間の スプリント能力のね、つまりこの足が速いだけじゃなくて、スローなテンポで急にスイッチ入れるから、ね、相手がそれで一歩出遅れてね、抜けるんですよねっていうね。まあユナイテッドは相手をよく観察してプレーしますよね。そのどこに走ればいいのかって。さあ 0-0 で終わって、後半夕方5時なんですけど、若干気温は下がってますが、まだ実は暑いです。さあ 0-0 です。もうまあ、足が止まった方が負けるなっていう、こう集中力が切れた方が負けるだろうなみたいな状況だと思ってください。フレスは少ない攻撃チャンスですけど、なんとか打開しようと、15番の菊島選手中心に守備がいいね、はい。先に中盤の選手を変えたのがユナイテッドからです。これが後半の、何分だったかな、後半のもう11分で1人変えます。まあ、足が止まった方が負けるだろうっていう感じなんでね、あのここら辺のやっぱ監督のベンチ、ね、マネジメント重要だなというね。さあ、ちなみにあのユナイテッドの背番号中盤の4番の選手が保坂選手で、もう彼を中心に、ゲームメイクをしますが、これがユナイテッドのゴールシーンです。左サイドからさっきも同じ場面でした。おお、ナイスシュヘディングか。背番号29番のカード選手、値千金、いい首の振り方で今中盤の選手が斜めにグーッと動いてきて、左のサイドのスペースの、ボール持った選手とダミーの選手が本当に見事でしたね。ちょっと浦安選手やっぱりあそこはもう足が止まり始めて集中力が切れ始めたなみたいな時にやっとこじ開けて、これが後半の29分で、失点したと同時に浦安のベンチがバタバタと1人2人3人とどんどん、走れる選手をねどんどん入れてきて、ただこの日ですね、ドリブルスピードスターの小島達樹選手が怪我でスタメンから外れてベンチにもいないっていうですね、見たかったなっていう、僕は。やっぱりこの黄色いユニフォームの選手、集中力切らしてないんですよね。ペナルティーエリアでもう絶対人を離さないし、あとユナイテッドの福田監督の相変わらずのピッチサイドギリギリに出て、もう終始大きい声で叱咤激励を飛ばしてねもう気持ちいい気持ちいいみたいな感じでちょっとしたそのこういう中断した時にボールから目を離さないようにとにかく集中しろっていうのはね。さあここで時間を使いますね。もうこれ後半86分9分とね、こうアウトオブボールになるたびに
こう選手を一人ずつこう変えていくというですね、こう今 1-0 で勝ってるチームがやっぱあのこう試合を終わらせるぞっていう方法論をちゃんと持ってるんですよね、はい、うん、そうじゃなきゃ2位 に, なれ、ね、2位にいませんよっていうね、 もっと感覚的にやるのかなと、はい、一見浦安攻めてるように見ますけど、実は可能性なかったですねっていうね、うん、このままもうゲームは終わるなと、うん、てか今の東京ユナイテッドから1点取るのは厳しいだろうなって思うぐらい、うん、どのチームがやっても硬いですよ、うん、この東京ユナイテッドから得点取るってなかなか、うん、足が止まらないんでね、この選手たちが絶対ボールからボールと人に食らいついてくるよね。次節うちら東京ユナイテッド戦です。東京23人ということで、ここは2位のユナイテッドが、うん、押し切ったというゲームで、試合後の、選手監督、うん、あ、津波監督と福田監督かな、聞いてください。津波さんのインタビュー楽しみになってきた。前半我々の方が少しジャブを打たれ、まあ、暑い中消耗してしまったなという印象があります。少し、攻撃の時の精度、それから守備の理解みたいなものが後半の方が良くなっていた印象がありました、まあ、いずれにしてもそのペナルティエリアでの個人の戦いとか、そういう集中力とか非常に相手も高かったので、ただチームとしては少しずつ成長している実感があるので、悔しいですがまた切り替えて、前に進み JFL 昇格の夢を果たせるように頑張っていきたいと思います。以上です。今日の相手にゲームプラン的にはどういう狙いというか、どういうゲームを進めていけばいいなと思っていますか。今の我々がまあできることは、とにかく相手チームに前半のうちにジャブというのは背後を取る動きだったり揺さぶる動きだったり、そういう部分を出して相手を少し、弱くさせて、後半にまた勝負したいという思いがあったんです。今日はちょっとドリブラーの小島が少し怪我をしてしまったので、変化を使える選手が少し足りなかったなというふうに思います。まあ相手のサイド攻撃の鋭さももう分析済みだったんですけども、前半やっぱりどうしてもワントップの16番に引っ張られ、撹乱された印象があるので、そこがちょっと修正してうまくいったんですけど、前半少しやられてしまったと。ずっと0-0で試合は進んでたんですが、最後クロスというかヘディングで刺されて切られたっていうのはちょっと、そうですね、ちょっと交代の一瞬の話をスタッフとしてて、はい、そんなにピンチが生まれるような場所はなかったなと認識しているので、うん、あとちょっとビデオを見ないと分からないですが、はい、一瞬集中力が欠けたのかもしれません。それもまたこの暑さの中、やっぱり消耗が結局前半に、自分たちにのしかかってきているという、うん、そういうことも起きるので、まあ、前半の戦い方が全てかなと。なるほど。今の我々のレベルでユナイテッドさんに勝つんであれば、前半の戦い方が悪かったなというふうに感じます。やはり前半の45分で相手にもっともっとダメージを与えて、そうですね、後半の自分たちのリズムでという、はい、それ以外まだ我々は難しいと思います。最後に一つ、監督もおっしゃってましたが、小島達樹選手が、まあ、怪我で今日出れないということで、非常に中盤で時間も作れる、タメも作れる、攻撃の中心になりうる選手がいないという中でのこの、難しさというのがやはり特に感じたことというのは何でしょうか。もう特にユナイテッドさん の, そのコンパクトな守備、バランスがいいので、やっぱりバランス崩すためにはドリブラーというのは僕のイメージでもあるから、まあ、小島のリーダーと少しちょっと痛かった。ここから、まあ、他チームは1回国体も含めて中断ですが、ユライスの場合はすぐ東輪アウェー、はい、そしてまた東輪ですか、東輪なんですけど、同じ相手と2連戦をやるというところを含めてお願いします。そうですね、とにかく今日のゲームを勝ってシティさんにプレッシャーを与えたかったんですけど、まあ、それができなかったことで、この東輪2試合というのは絶対に落とせないという試合になってきましたし、同じチームと2試合やるというのは精神的なその張り詰め方がなかなか難しいと思うので、そこは本当にスタッフと話し合いながらピリッとできる選手がいつもグラウンドに立つ。ゲーム、梅雨明けというかこの蒸し暑さの中の4時キックオフですが、前半特に蒸し暑くて、
90分のゲームプランとしてはまず深田監督は何を考えて。もっと涼しいかと思ったんですよね、うん、したら思った以上に暑くて、予想以上に、はい、うちはやはり、ね、ボールも選手も動くサッカーのスタイルなので、思った以上にうちの選手の足が止まってた。あ、そうですか。っていう、うん、僕は4時になればかなり涼しくなると思ったので、うん、おそらくいつも通りのサッカーできるんじゃないかなと。ただこの湿度だけはちょっと気になってたんですよね。あともう一つ、この会場特有の風、はい、むしろ僕そっちの方を結構気にしてたんですけども、うん、まあ風もあったし湿度もあったし暑さもあったっていうので、ゲームプランはですね、あれ一気に瓦解しまして、もう、まあ、ハーフタイムの僕の指示は、もう俺は思った以上に熱いことがよく分かったと、うん、思った以上にお前らが辛いこともよく分かったと、うん、だからもう頑張れとそれしか言えなかった。もうあとは勝ちたい気持ちだって、もう、はい、僕は根性論でも何でも、まあ、何でもないですけど、最後はもう相手に勝ちたいかどうかっていう気持ちで上回れるか、はい、相手もきついのはよく分かったし、うん、でやはり相手の気迫と相手の思いっていうのはものすごく伝わってきたので、まあ、そこを本当にもう量ができるかどうかっていう、ただそれだけですよね。本当に勝ちてるかと、本当にお前らチャンピオンズリーグに来てるかっていう、うん、そこだけでしたね。もうそうやって焚きつけて売り出しました。非常にあの耐える時間が非常に長いなというのが、こちらの率直な印象としても、なんとかもぎ取れた勝ち点3だという感じですか、ね、そうですね。で僕らはあのこの試合はまあこういう形になるっていうか、全試合こういう形になることは自分たちで覚悟はしていて、まあ、ここまでの戦績を見ていただければ分かるんですけども、今日まで、の試合で11試合を終えて8勝3敗、はい、確か得点が16、失点が10って感じです、はいはい、見ると1試合 0.9 ぐらい失点が、うんうん、はい、でゴールは 1.45 ぐらいなんですよ。ってことは失点さえ抑えれば絶対どっかで1点は取れるんだと、はい、2点取れる確率ってのは、まあ、1試合平均 1.45 だってことを考えると、はい、2点はなかなか取れない、はい、1点は取れるはずだと、はい、要するにあのゴールさえ失点さえ抑えればどっかで1点拾って勝てるっていうのが先週今週の僕のゲームプランなんですよ。だから全員守備、うん、とにかく徹底的にハードワーク、はいはい、でその中でゴールっていうのは水物だし、なかなかね計算して取れないことが多いので、でもそうやってハードワークしてきっちり耐えてれば最悪 0-0 のドロー。でその中でやっぱりあれだけボールをきっちり回収し続けてチャンスを作り続けてればどっかで1点入る可能性が高い。だから僕らのゲームプランってそうなんですよね、うん、はい、だから対象なんて絶対できないと、90分間耐え続けろと、その中で1点をもぎ取れるはずだと、それ最悪 0-0 のドロー。これまあ、僕の中では今日浦安さんが一番強敵だと思ってたので、やっぱここまでのコンディションだとか、最近浦安ずっとこう調子がどんどん上がってきてますし、はい、で実際前期でやった時にも、まあ、立ち上がりの浦安さんのチャンスがゴールバーに当たったり、うん、1点うちが先制した後の同点ゴールもオフサイドで取り消されたりっていうのがあって、あのスコアこそ 3-0 だったんですけども、全然ひっくり返ってもおかしくないゲームだったので、時点で浦安さんはこんなもんじゃないっていうのはずっと思ってたんですね。で前者でグッと息を吹き返されて、でここ一番いいところで僕ら来た、はい、戦うことになったので、ただ一方でその前者の、まあ、3位内の枠を取るという意味では、はい、ここで一番いい状態の時の浦安さんを叩けなければ、僕らは浦安さんよりも上に行く権利はないというか資格はないなと思っていたので、うん、だからこそ最高のコンディションの状態の浦安さんとやれたっていうのは僕にとても大きな自信ですし、そうですね、はい、ある意味望んだ形ではありました、はい、なんですが、まあ、3位にいる栃木との差と首位にいるボンズとの差とい う, こう両方 の, この勝ち点差というのは当然、ね、いろんなものを計算しながら選手の動きを考えると思うんですが、この監督にとっても多分この6試合というのはご自身 の, そのキャリア経験の中で非常に重要なというか、ね、僕の中では優勝できたらラッキーだなぐらいだったんですけどね、はい、あのボンズさんのあの固いサッカーとタレントを見ていても、はい、僕は昇格するときは死ぬほど苦労した方がいいと思ってるので、うんうん、まあ、前者経由で行ってもいいなって思ってるんですよ、うんうんうん、はい、10試合で1位になるよりはもしかしたら3試合、前者で3連勝して
チャンピオンズリーグの権利を得る方がお得なんじゃないかと思ったり、でそこでその3連戦勝ち切れる力ないと地域チャンピオンズリーグもどうせ勝てない。そうですね、まあ、あの得なので、はいはい、そういう意味で僕は鹿児島に勝負かけてますけど、そうですね、はい、優勝なんてそんなおこがましいこと言うな、もちろん狙ってはいますけども、はい、それよりは、そんな簡単にはいかないだろうなと思うし、やっぱり何かをつかみ取るときっていうのは苦労した方がいいと思うし、僕らはボンズさんとかに比べたらやっぱりその苦労の量は絶対少ないんですよね、クラブとして、はい、やっぱボンズさんの2年前の屈辱だとか、はい、そういうことを考えたときにそんなに簡単にいっちゃいけねえだろうって僕は思って、はい、では、まあ、1位にやりたいですけどね、はい、そんな上手くないだろうなって僕は思ってます。なので結局最後この戦いを通じてチームを強化していく、成長していって勝ち切るっていうことなので、そういう意味では、前者も僕にとってはその成長の場だと思っているので、そこ勝ち切ったらおそらく地域 CL もいけんじゃねえかなっていうふうには思ってるんですけどね。思ったので、昨シーズンのいわゆる茨城の前者に出場されて、はいはいはい、あの時は、まあ、確か1回戦で起こしやすでしたね、はいはい、まあ、その後起こしやすは要は、はい、地域 CL まで行って死のグループで負けちゃいましたけど、そうなんです、はい、あの前者の1回戦に3死っていうことをこう、まあ、起こしやすさは経験したと、うん、で去年その1回戦で負けてしまったという悔しさと、その、まあ、多分初めてそれをこう、そうですね、クラブとしても監督としても経験した上での今年っていうのはやはり、あの、いや、おっしゃるとおりです、去年の経験はどでかいです、ね、やっぱりそうですね、どでかい、やはりああいう状態に最終節2試合をやってしまって、うん、まあ、そういう状況になっちゃったのは仕方ないんですけども、はい、やはり前者行ってオコシアスの方が勢いがあったと思います。何をもっていいチームっていうか分かりませんけど、勢いあったしいいチームだったと思うんですよね。あとやっぱりあそこで負けた時にもう最後はもう肉弾戦でもぐっちゃぐちゃになるわけじゃないですかそうですね、そうなった時にもちろんただ馬鹿切りすりゃいいとは思わないし、ボールは大事にした方がいいんですけども、やっぱりベースとしてはハードワーク、はい、その守備の時に自陣に向かってどれだけスプリントできるか、はい、もうとにかく僕はそこにだけ重きを置いて、だからそこのスプリント能力がない選手はやっぱりチームを去ってもらったし、そういうやつらだけ集めて、で僕も高校選手権を経験してきた人間なので、やっぱりトーナメントに勝つ時ってやっぱあるじゃないですか、ありますね、独特の雰囲気と、あとトーナメントでの勝ち方、ムード流れっていうのは必ずあります、ね、はい、それは僕もやっぱりその波の乗り方、うん、っていうか波の作り方、うん、そうですね、まあ、僕も経験して、ね、そういうのも含めた勝負というか、勝負のこううねりというか作っていきたいなと、ピーク作っていきたいなと思ってますけどね。まずはでもね、なんかね、今シーズン僕楽しいですよ、その順位もっていうのはありますけども、やっぱりなんかね、今シーズンは僕は面白いというわけで、福田監督の話長かったんですから、面白かったんでドバッと出しましたが、示唆に富んでます。いや、ちょっと福田監督が関東リーグを楽しみすぎてるから、この負けないようにしないとと思わされましたよそうですね、僕らもね、いや楽しみすぎてますね。なんかインタビューの始まりと終わりで空の色変わってなかったで、気づきました、もう完全に日が沈んでるこれ結構インタビュー長かったけど相当カットしてるでしょ相当カットしてますけどね、でも濃縮バージョンで5、6分は今出しましたけどね、うん、でもやっぱり今最後の福田監督が喋ってた去年の起こしやすに負けたエピソードを含めて、うんうんうん、昨シーズンと今シーズン、これから鹿児島の前哨に向かうんだっていう、やっぱりこの地域リーグのチームが今目の前で何が起きて生き物がこう変化しようとしているという瞬間にこう立ち会えたなぁと思って、この2019年10月11月の東京ユナイテッドはちょっとこうちゃんと みんな見といた方がいいと思うよみたいな、うん、今回でも動画なかったけど、東京横浜とさ、あと日立エベルシステムも結構いいサッカーし始めてるよ、うんうん、そうですか、うん、勝ち星はなかなか取れてないけど、うちらこの前負けちゃったけど、日立エベルすごいいいサッカーしてた、うんうん、いやまだまだ
まあ、あのちょっと濃厚なあの関東リーグのね、約5、6チームをねこの特番では紹介できましたけど、一部も二部 もう本当に、特徴のある面白いチームたくさんありますから、この残り6節ね、8月の繰り返しますが17日の土曜日から、はい、後期4節がスタートしますので約2週間後、皆さんお近くの関東リーグの試合会場に行って、ぜひ、ね、今度始まっちゃうともう本当にあと1ヶ月、ね、このだから2週間の使い方が結構各チーム大事だね、はい、うん、というわけで、もうエンディングなのでお二人一言ずつ、はい、はい、このあ、じゃあなんか感想でも何でもいいですか。いや、もうね、残されたカントリーグに関してはもう本当に9月の、20日、ぐらいで、うん、一番最後のところが第3週ぐらいですよね。そうですね、最終節が。そうですね、9月22日ですね、22日ですか。なので本当に気がついたら終わっちゃってるっていう状況になると思うので、これから多分毎節毎節状況がもう変わっていく、はい、ね、面白い、あの時期になってきたと思うので、ぜひ皆さんも見ていただければと思います。そうですね、まあ、あと僕の方からだと、はい、あの上位陣それから全国大会にね、これから挑戦するチームにも、はい、素晴らしいこうあの勝つため あのモチベーションがありますけど、この魅力的なカントリーグの一部にね、うん、居続けるためにも、うん、やっぱりこの一部にいるためになんとか頑張りたいってい う、うん、こう下位あの残留争いもあると思うんですよ。そうですね、8以上が、まあ、絶対残留のラインですからね。だからその部分もね、また見どころとしてはね、うん、面白いと思うんですよね、うん、で2部からもね、クリアソンとかね、トーチタとかね、トナンさんもそうだけど、うん、エスペランスとかね、癖のあるチームだ。そう、これがまたもし一部に上がってきたらどんな、ね、リーグ戦になるんだって感じがするからね、まだ見どころたっぷりかなって感じするな、うん、というわけで、じゃあこの2019年のね、はい、関東一部二部を残り、約2ヶ月、8月、9月、はいはい、みんなでまた楽しく見て盛り上げたいなと思いますということで、はい、今夜はじゃあ特番これで終わりますので、ありがとうございました、お二人。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました、皆さん。